こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、秋の夜長に聞きたい怖い話さん、お送りいたします。では、早速。どうぞ。以前から私は 200cc のオートバイを使って、山中の林道をツーリングしたりキャンプをしたりするのが好きでして、連休などを利用して、信州や奥美の東三河あたりをよく走り回っておりました。林道というのは主に林業関係者用の作業道で、一般の人が頻繁に通行する道路ではなく、そのためあまり人の手が入っておらず豊かな自然が色濃く残っており、オートバイで景色などを楽しみながらすこぶる開放的に走ることのできる、私にとってお気に入りのツーリング道路だったのです。林道のありがたいところは、とにかく人が来ないのでツーリング中に日が暮れそうになったら、道端に小さな空き地を見つけてテントを張り、すぐにキャンプできるという点で、もちろんそれを禁止している地域もありますが、このために私は登山用の小型キャンプ道具をツーリングバッグにまとめ、オートバイに積載していました。2005年の9月中頃だったと思います。その日も岐阜の林道をかなり走って、夕方になってから、金山付近の国道256号線から、H 神社の横を南に入ってしばらく行ったところにある、ワイタニ郷キャンプ場という無料宿営地へ向かいました。ところが到着してみると、間の悪いことにそのキャンプ場が一時閉鎖中となっていたのです。仕方なく私はワイタニ郷から出て、H 神社を左に曲がって256号線を西に向かいました。道なりにほんの少し行ったところに、左に山を登っていく小さな林道の入り口があるのを知っていたからです。地図で見る限り、この林道は大きく西を回って山を越え、今度は東に屈曲して、やがては板二郷の道続きに出るようなので、その途中の山間部にキャンプ地を探そうと思ったわけです。林道に沿って山を登っていくと、簡易舗装されている道にもかかわらず、サッカーボール台の落石がゴロゴロしています。いかにも林道らしい感じです。雨量が激しかった時のものでしょうか、大量に水の流れた跡が道路上にいくつも残っており、小さな流木の残骸などが道路をところどころ通りにくくしています。オートバイでそれらをろいろいと避けながらしばらく直線を登り、山の斜面に沿った緩やかな右カーブを登ると、道はその先で小さなヘアピンカーブになっていて、山の斜面を逆方向に折り返して登っていくのですが、そのヘアピン部分の内側が3メートル ×10 メートルくらいの空き地になっていたのです。多分、自動車がすれ違うための対比所代わりなのかもしれません。国道から入ってまだ300メートルくらいしか登ってきていないと思うのですが、登山用の小型テントを張れるスペースとしてはなかなかいい感じです。もちろん他にもいい場所があるかもしれませんから、とりあえずそのまま走って100メートルほど行くと、やがて道の舗装がなくなり、石がゴロゴロのがれ道になりました。日も陰り始めたこともあり、先の空き地でキャンプすることに決め、元来た道を戻りました。空き地の比較的平坦なところにオートバイを止め、不意の地震などが起きた時のことを考えて、安全のためオートバイから3メートルくらい離してテントを張ることにしました。たくさんの雑草が固まって、根元がコブのようにうず高くなっていたりする部分や、大きな石が地面に顔を出しているところを避け、テント一張り分のスペースを見つけると、小石や雑草などをブーツのつま先で掘りのけて簡単に地ならしをし、登山用の小型ソロテントを設営します。作業が終わると、夕方の山中ということもあって辺りはもう暗くなってきたので、登山用のヘッドランプを頭につけて、今度は食事の用意です。携帯用バーナーで米を炊き、ジャガイモとミックスベジタブルとベーコンでブイヨンスープを作って食事を済ませ、コッヘルの蓋で大きめのソーセージを塩コショウで炒めたものをつまみながら、コンビニで買っておいたブラック日課のミニボトルをちびちびやっていました。ソロキャンプの醍醐味はこの時間です。木々の間から見上げる空には、都会では見ることのできない星々が輝いています。それは綺麗な星空なんです。私はこれを見るのがとても好きでした。やがて結構寒くなってきたことと、昼間のライディングで体が疲れていることもあって、2時間くらいですぐにテントに潜り込んでシュラフ、寝袋、に入り寝てしまいました。ここまではいつものツーリングキャンプと全く変わりはなかったのですが、この後私はちょっと不思議な出来事にあったのでした。どのくらいの時間が経ったでしょうか、ぐっすり寝ていたはずだったのですが、ある物音で目を覚ましました。ちょうど人がしゃがんで何か作業しながら横に移動するときに立てるような音、靴が土の上を、
ザリザリ、ジャリッという感じでにじり動いているような音です。少しの間耳を澄ませていましたが、どうやら間違いなく人の立てている音のようです。なんだろう？山の管理人が私を調べに来てるのかな？この林道は立ち入り禁止にはなっていなかったはずだが、ひょっとしてキャンプ禁止だったか？いろいろ考えているうちに、ちょっと心配になってきました。それに不思議なんです。テントの薄いナイロンの生地越しに外の明かりが透けて見えていません。辺りが真っ暗のままなんです。つまり、外にいる人物は懐中電灯をつけずに作業しているということなんでしょうか？私はシュラフからごそごそ抜け出して、テント天井の内側に引っ掛けてぶら下げておいたヘッドランプを頭につけ、テントのファスナーを少し開けて外に顔を出しました。ヘッドランプの楕円の光の中に浮かび上がったものは、白っぽい作業ズボン？みたいなものを履いて、灰色の作業ジャンパーを着た、初老のおじさんのしゃがんだ後ろ姿でした。あ、どうも。声のかけ方がわからず、ちょっと間の抜けた挨拶を口にしてしまいました。夜の山中で十分すぎるくらい静かなのに私の声が聞こえなかったのか、おじさんは答えずにしゃがんだまま作業を続けています。あれ？と思いましたが、ここで私はもう一つ違和感を感じていました。それは何かというと、そのおじさんが設営しているテントの位置です。アウトドア系の趣味のある人ならどこかでキャンプしたことがあるかと思いますが、テントを張るときには、他人のテントからは最低限いくらかの距離を取って張っていたのではと思います。隣のテントがあまり近いと、テントを地面に固定する張り綱同士が干渉したり、お互いの寝息が聞こえたりして、あまり嬉しいことにならないからです。ところがそのおじさんは、私のテントから1メートル半くらいの位置にテントを設営しようとしてるんです。しかもこの位置では、私が止めたオートバイとのほぼ中間点になります。後から来たのに、わざわざそういうところにテントを設営する意味がわかりません。10メートルはある空き地なんですから、距離を空けて建てようと思えば他にいくらでも建てられるところがあるでしょう。これは変だなと思いながらも私はテント内でブーツに足を突っ込み、テントのファスナーを全部開けて外に出ました。そのおじさんの非常識さにちょっとムッとしたというのもありますが、なんといってもこの人に、こちらのテントの中にいるのは大の男なんだっていうのを見せておく必要がある、と思ったからなんです。テントの入り口に立ち上がった私を見るでもなく、黙々と設営作業を続けるおじさん。改めてそのテントを見てちょっと驚きました。今までに見たことのないタイプです。何本かのポールを交差させて構成しているらしい骨組みに、赤いフライシートをかぶせたような丸い形は、カテゴリー的にはドームテントで間違いないようなんですが、妙に縦に長めなんです。高さが結構あるというか、うまく描けませんが、ちょうどチューリップの花を伏せたような縦長のテントなんですね。どこのメーカーのものなんだろうと思いながら眺めたのを覚えています。メーカー名もどこかに書かれていたのかもしれませんが、まるっきり記憶にありません。まあそれはさておき、私がファスナーを開ける音とかブーツを履く音、テントから出てきた足音、すべて聞こえているはずなのに、そのおじさんはこちらを見ようともしません。単純に人と話すのが嫌いというなら、テントをこんなに接近させて設営するのもおかしな話です。とりあえずテントから完全に出てきた手前、いつまでもただじっと立っているだけというのも間が悪い感じがしたので、私は自分のオートバイの方に歩いてみました。ツーリングバッグなどの荷物はすべて下ろしてテントの中にあるので、オートバイには何も積載してはいないのですが、ざっと見たところオートバイ自体には異常はないようです。いやー、前にキャンプ中にオートバイの部品を取られたことがありましてねー。確かめるのが癖になっちゃってて、ついつい。はは。わざわざオートバイまで歩いた理由を、聞かれてもいないのに喋って予防線を張る私。おじさんは全く動じず、黙々と作業を続けています。意地の悪いセリフでちょっと刺激しすぎちゃったかな？とほんの少し後悔したりしたんですが、それにしても人がこれだけ喋ってるのに、一言も言葉を返さないっていうのはどういう要件なんだろう。とりあえず一言でも喋らせようと思った私は、そのおじさんのすぐ背後に立ちました。そしておじさんの後頭部から70センチくらいの距離まで顔を近づけました。こんな夜中まで山歩きされてたんですか？返事はありません。見たところ明かりをお持ちのようじゃないですし、大変だったでしょう？またも返事はありません。これはおかしい。私の第六感みたいなものがついに注意報を出しました。このおじさんの反応は普通じゃない。
それに山の中に明かりをつけずにいるというのは、異常者とか犯罪者とかそっちの方かもしれない。途端に怖くなってきました。かといってこれだけのやりとりで、今から急にテントを畳んで帰り自宅というのも、少し神経質すぎる反応かもしれない。それがこのおじさんの異常な行動の引き金になってもまずい。そこで私の出した答えは、用心しながらテントの中で夜明けを待つ、というものでした。私はおじさんの様子をちらちら確かめながらテントに入り、ファスナーを閉めると、ツーリングバッグから小さなフォールディングナイフを取り出し、右手に握って座り込みました。5分くらいして、テントの外でおじさんの立てる足音が消え、ごそごそとテントの中に入っていった感じがしました。入り口横に置いていた腕時計を見ると、午前1時20分ほど。夜明けまではまだかなりあります。そこで私は用心しながら横になりました。シュラフの中には入らず、ジッパーを開けて広げたシュラフをただ上にかぶるだけにして、いつでも起き上がれるようにしていたわけです。あたりはとても静かです。でも眠ったらまずい。外の音に神経を集中させながらずっと起きていました。夜の山が静かといっても、よく耳を澄ませるといろんな虫の音とか風の音がしています。決して静かではないのです。対照的に隣のテントは驚くほど静かで物音は全くしません。寝返りどころか、寝具の音、寝息の音さえ聞こえてきません。なかなかに不気味です。30から40分くらい経ったでしょうか、ふとあることに気がつきました。テントの天井部分がうっすらと明るくなっているような気がしたのです。まさか？私は頭の横の時計を取り上げてみました。午前4時50分ちょっと。頭の中が混乱しました。いくらなんでもこんなに早く時間が経つわけがありません。びっくりした私は音を立てないようにゆっくりと起き出し、テントの中でしゃがんだままブーツを履き、入り口のファスナーを開けて外を見ました。ごくうっすらとですが、木々の間に見える空が少し明るくなっているのです。空を見ると黒い星空から薄い紫になりかけな感じ。山の夜明けです。すぐに横を見ると例の赤いテントがありません。あれ？もう何が何だかわからなくなってきました。さっきは確かにここに赤いテントが張ってあったのです。私はすぐテントの中からヘッドランプを取り出して頭につけました。うっすら明るいとは言っても、まだあたりを十分に観察できるほどの明るさではないのです。ランプを点灯させると、私は自分のテントの周りからオートバイ、空き地の周りとぐるぐる歩き回って調べました。人っ子一人いません。ペグは打ち込んではいなかったと思いましたが、テントのフレームポールが地面につけたような跡もありません。というより、テントがあった形跡が見つからないのです。自分では少ししか時間が経っていないと思っていたのに、実際は3時間半も経っている。この結果から無理がないように推理するなら、自分は起きていたつもりでも、実際は3時間半も眠ってしまっていたのではないのかということ。そしてその間におじさんは、荷物をまとめてここを出発してしまったのではないか、という解釈です。でも私に気づかれないように静かにテントを撤収して立ち去ることが、果たして可能なんでしょうか。だが自信を持って断言できますが、自分は本当に眠っていた気がしていません。そんなことがあるのでしょうか？しかし時計は本当に3時間半も進んでいる。折りたたみの三脚椅子に座り込み、そのテントが立っていた場所をじっと見ながらしばらく考えていましたが、ふとあるものが目に入りました。雑草です。雑草が30から40本密集して根の部分がコブになって、地面から10センチくらい盛り上がっている箇所があるのですが、それが例の赤いテントの立っていたあたりにあるのです。私がテントを張る場所を決めるのにわざわざ避けた草コブです。あのテントを張っていたのですから、さぞかし寝転ぶのに邪魔になっていたはずです。私はヘッドランプでそれを照らしてよく観察してみました。するとあろうことか、草が一本も折れていないのです。テントのテープで押さえつけられて曲がった跡さえもないのです。これは明らかに変です。この直立した雑草の存在は、この場所にテントなど張られていなかったことを意味しています。私はもう訳がわからなくなってしまいました。しばらく三脚椅子に座ったままあれこれ考えていましたが、時間が経つにつれ、この不思議な出来事に行き合った感覚にだんだん慣れてきて、今度は度胸が座ってきました。自分でコーヒーを沸かして飲み、テントの片付けを始めました。昨日の予定では、
今日はこのまま国道を西に向かって郡上から板取へ抜け、温泉にでも入って帰ろうと考えていたのですが、あれこれ考えながらオートバイで長距離を走るのも危険な気がしまして、結局、そのまま帰宅することになってしまいました。あれから8年経ちますが、今考えてもあれはどうにも説明がつきません。不思議な出来事ではありましたが、別に実害があったわけではなく、自分自身が納得できていないというただそれだけのことなので、無理にでも記憶の中に押し込んでずっとしまっておくことにしたのですが、ひょっとすると付近の場所で似たような経験をされた人が他にもいるのではないかと思い、投稿させてもらったような次第なのです。恐れすですマソ。この投稿、納得できないを読んでちょっと思い当たったのでコメント。俺、今は美濃加茂の住人だけど、15歳までゲロに住んでた。投稿者さんの場所説明がすごい細かいんで、その林道がどれのことなのか大体わかる。郡上の方へ行くときにいつも通る道から入れるとこだよ。何年も道路が整備されてないから車だとちょっと危ないがな。俺が子供の頃に親や近所の人から聞いてた話で、H山神社の奥の山には昔から、大きい山の主がいて、夜に人が山に入ると様子を見に出てくる。ってのがあった。別に悪い主じゃなくて、山で迷った人には麓までの道を教えてくれたり、焼けずりで困ってる人には霊薬くれたりもするいい主なんだそうだ。人前に出てくる時には山仕事の老人の格好で出てくることが多いって聞いたんで、この投稿で書かれていることって、なんとなくそれっぽいイメージなんじゃないかなと。ある晩、主が、山に入り込んだ人間の様子を見に出ては来たけど、別に何も困ってなさそうだったんで、とりあえず放っといた。そんな感じなのかな。けど、もしそうならこの投稿者さんはそれに対して、畏敬の念どころか、最後まで警戒心を持ってたっていうのが面白いな。これも現代人の心の荒廃ってやつなのかな。それがいいか悪いかなんてことじゃなくって、思いがけず、自分の理解の範囲を外れた他のものに出会ってしまった時って、現代人の反応は今やこんな感じなのかなって素直に思った。神様が様子を見に来ていたのかね。怪しまれないようにキャンパーのふりをして。そういえば、昔読んだ登山の入門書で、山にテントを張るときは、ひとつまみの塩で結界を作り、山の神様に一晩土地をお借りしますと、地鎮祭の真似事のようなことをしてからテントを張るというのを読んだのを思い出した。ああ、警戒しちゃった。このまま数時間起きてるのも辛いだろうし、時間早めといちゃる、って感じかな。山の主様が投稿者の様子を見に来たついでに、テントが珍しくて似たようなものをこさえてたのかな。テントだけに張り合ったのかな。わしならもっと大きいもん作れるわい、みたいな。俺の中学生の時の話を問うか。俺は週末に、中学で仲良くなった友達 A のところに、泊まりに行くことになっていた。A の家は A 山という山の中腹にあって、俺の家は山のふもとにある。双方の家ともに、一番近くのコンビニに行くのに車で30分もかかる寂れたところだ。泊まりに行く前日に、A の家の場所がわからないので、山の地図を持って A に家がどの辺にあるか教えてもらった。地図上で見れば、俺の家とはかなり近かった。が、A の家まで行くには、山の周りにある道路に沿ってぐるりと遠回りしなければならない。その距離、10キロ。真夏の暑い中、10キロも走るのか、と少しげんなりしていた俺は、地図の中を走る一本の道を見つけた。その道は、俺の家から少し行ったところから始まって、山を一直線に登り、A の家のすぐ近くで終わっていた。長さは5キロほど。この道を使わない手はないだろう。こっちの道の方が近いやん。ああ、でもこの道なあ、舗装もされてないし、急やし、人も全然通らんからやめた方がいいで。通れるんやろ？まあ通れるけど。まあええか。そっから来いや。ということで、その道で行くことになった。その晩、家族に、こんな道全然知らんかった、とその道のことを話した。両親は、そんな道あったんやねー。とかなんとか言っていたが、じいちゃんは一人眉間にシワを寄せ、難しそうな顔をしている。どうやら、この道のことを知っているようだ。この道は正式な名前はわからないが、この辺では人なし坂というらしい。何か名前に曰くがありそうだったが、まあ、
どうでもいいことだ。さて、翌日、A の家に行く日がやってきた。家を出ようとする俺に、じいちゃんが真剣な顔で話しかけてきた。A か、B。あの坂は、夜になったら絶対通るな。絶対や。今じいちゃんと約束してくれ。と、なぜか本気で心配している。わかったわかったと一応言ったが、気になるので理由を尋ねた。すると。あの坂には、昔っから化け物がおる。昼間はなんともないが、夜になると出てくる。だから絶対通るな。なんだ年寄りの迷信か、と思った。俺は幽霊なんて信じていなかったし、ましてや化け物や妖怪なんて、すべて迷信だと思っていた。心の中で少しじいちゃんを馬鹿にしながら自転車を走らせると、人なし坂が見えてきた。本当にどうして、こんなに近いのに今まで気づかなかったのだろう。坂は少し急になっており、一直線。地面は剥き出し、左右の道端にはとても背の高い草が生えていて、横の景色が見えない。だが、鬱蒼としている感じは微塵もなく、真夏の太陽の光を地面が反射していて、とても清々しい気持ちになった。しばらく自転車を走らせていると、トンネルがあった。高さは2、3メートルほどで、幅は車1台がギリギリ通れるくらい。とても短いトンネルで、7、8メートルくらいしかない。すぐそこに向こう側が見えている。立ち止まらずに、そのまま通った。中は暗く湿っていて、ひんやりした空気があり気持ちよかった。その後、何事もなく A の家に着き、遊び、寝た。翌日も A の部屋でずっとゲームをしたりして遊んでいて、夕飯までごちそうになった。気づいたら、8時になっていた。まずい、今日は9時から塾だ。遅れれば親に怒られる。俺は急いで A に別れを告げ、自転車にまたがった。帰りは、いくら坂でも、10キロの道のりを行けば間に合わないかもしれない。だから人なし坂を通ることにした。じいちゃんと約束したが、しょうがない。化け物もきっと迷信だろう。月明かりに照らされた夜道を、ブレーキなしで駆け下りていった。この調子なら塾に間に合いそうだ。そう思っていると、昨日の昼間通過した狭いトンネルが、ぽっかりと口を開けていた。少し怖かったが、坂で加速していたし、通り過ぎるのは一瞬だろう。いざ入ったトンネルの中は真っ暗。頼りになるのは自転車のライトだけ。早く出たかったので、一生懸命ペダルを漕いだ。だが、おかしい。なかなか出られない。昼間はすぐ出られたのに、今は少なくとも30秒はトンネルの中を走っている。思えば、今夜は満月で、外の道は月光が反射して青白く光っている。だから、こんなに短いトンネルなら、その青白い道がトンネル内から見えるはずだ。真っ暗ということは絶対にない。一本道なので、道も間違えるはずがない。おかし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 い。怖い。そこまで考えたら、いきなり自転車のチェーンが切れた。どうしようどうしようどうしよう。立ち止まり、焦りまくる俺。まだ出口は見えない。すると闇の中、何かがいた。浮いていて、遠くから近づいてくる。体は痺れたように動かない。目が闇になれ、それの姿がはっきり見えた。白装束を着た女だった。ただし、かなり大きな。異様に長い手足。最初は宙に浮いているように見えたが、四本足でトンネルの壁に張り付いている。そして、ゆっくりゆっくりこちらに向かってきている。と音を響かせながら。髪は地面まで垂れ下がり、顔には異様にでかい。目玉と口。それしかない。口からは何か液体が流れている。笑っている。恐怖で全く働かない頭の中で、きっと口から出てるのは血なんだろうなとか、俺はここで死ぬんかなとか、くだらないことをずっと考えていた。女がすぐそこまで来ている。1メートルほどのところに来たとき、初めて変化があった。大声で笑い始めたのだ。それは絶叫に近い感じだった。ギャーみたいな感じ。人の声じゃなかった。その瞬間、俺は弾かれたように回れ右をして、今来た道を走り始めた。どういうわけか入り口はあった。もう少し。もう少しで出られる。振り向くと、女もすごい速さでトンネルの中を張ってくる。追いつかれる紙一重で、トンネルを出られた。でも、振り返らずに、ひたすら坂を駆け上がった。
それからの記憶はない。両親の話によると、A の家の前で、気を失っていたらしい。目覚めたら、めちゃくちゃじいちゃんに怒られた。後で、俺はじいちゃんに、トンネルの中の出来事を話した。あれは何なのか、知りたかった。詳しいことはじいちゃんにもわからないらしい。だが、昔からあの坂では人がいなくなっていたという。だから廃れたのだと。化け物がいると言ったのは、人が消えた際に調べてみると、その人の所持品のからかさやわらじが落ちていたからだそうだ。だから、化け物か何かに食われたんだ、という噂が広まったらしい。まあ実際に化け物はいたのだが、そういうことが積み重なって、その坂は人なし坂と呼ばれるようになった。人なし坂のトンネルは去年、土砂崩れで封鎖されて、通れなくなったらしい。あの化け物は、まだトンネルの中にいるのだろうか。それともどこかへ消えたのか。誰にもわからない。タイトル含めて、ほとんど修正なしで、漫画日本昔話のシナリオに使えそうだな。ダメと言われても通ってしまう、恐ろしいね。迷信と決めつけて危険な目に遭ったスレ主は自業自得だわな。火のないところには煙は立たない。いわくつきの場所には何かしら理由があるものさ。だが現実的には人に襲われて消えている可能性の方が高いのだから、化け物を信じろと言われて、はいわかりました、は普通ありえんわな。そうだな。野犬がいるとかホームレスやひったくりが潜んでるとか、そういう言い方されたらあえて近づこうとは思わないかもな。思い返してみると、すべては中学3年の時に始まっていた気がする。もしかしたら本当はもっと前に始まっていたけど、自分が気づいていなかっただけなのかもしれない。長い話になるが、もしかしたら解決策を知ってる人がいるかもしれないから聞いてほしい。僕が中学3年の時、クラスで体育祭の打ち上げをやろうという話になって、有名なチェーン店の食べ放題の店に行くことになった。その店は駅から少し離れていて、バスが出てるのでみんなで駅に集合してバスで行くことになった。打ち上げ自体は何事もなく和気あいあいとした雰囲気で、夜9時頃に解散となった。そして帰りのバスを待っていた時にあることに気がついた。バス代がなかったのだ。僕は仕方がなく歩いて帰ることにした。僕の他に S と M も歩いて帰るって言ってくれて3人で歩いて帰った。僕らは帰り道たわいもないことを話した。確か内容は誰々が誰々のことが好きだとか、ゲームの攻略法とかの話だった。僕らはずっと話していたんだが、ある瞬間から3人同時に来たりと話さなくなった。あらかじめ言っとくが、僕は霊感なんてものは持ってなく、さらに怪奇現象は否定派だった。しかしその時感じた気配はそんな僕でもヤバいって思えるものであったし、他の二人も同じことを考えてたと思う。そこから無言で歩き続けると、その異様な雰囲気を出してるものの正体が分かった。ベンチの上に白い服を着た女が座っていたのだ。僕はその女がこの世のものではないとすぐに分かった。見た目は20代ぐらいなのだが、目がある部分が黒い空洞になっている。さらにそこのベンチは待ってても何も来ないし、明かりも隣にある自販機しかない。その女は靴も履かずベンチに体育座りのような格好をして、僕らの方をずっと見ていた。僕らは動けなくなってしまった。そして1分ぐらいが経過したら、その女がこっちの方に歩いてきた。そしたら S が、走れ。と叫んだ。その瞬間僕らの体は動くようになり、言葉にもならない絶叫を上げて走った。駅まで一度も止まることなく走って駅に着き、明かりとたくさんの人を見て安堵した。そして駅で解散することになった。僕の家は駅から近いので大丈夫だったのだが、S と M は遠いし、しかも家も逆方向なので少し不安そうな顔をしてた。しかしいつまでも駅にいるわけにもいかないので、5分ぐらいしてから解散し、皆おのおの家に向かった。そして僕が家に帰って、風呂に入って一息をついていると、M から電話がかかってきた。僕が出ると M は、あの女がいたんだよ。と電話の向こうで叫んでいた。僕は最初から飼っているのかと思ったが、M の緊迫した声ですぐ嘘ではないと思った。それから M は絶叫混じりに今の状況を話した。要約すると、それは M の家に帰る途中の田んぼの前の自動販売機の前に、あの女がいたということだった。
女の近くには車も自転車もなく、あの場所から歩いてそこまで行くのは不可能だったため、M は急いで家に帰ったという。そして家に着いてから僕に電話をかけたという話だった。僕は電話の向こうで取り乱している M をなだめ、明日学校で対策を考えようと言い電話を終了した。次の日学校に行くと、なぜか全員昨日のことを知っていて僕に話しかけた。なんで知ってるんだと驚いていると、教室で S が言いふらしていた。そうやってヒーローみたいに話す S を廊下に引っ張っていき、昨日の M からの電話の内容を伝えた。すると、とりあえず M が来てから話し合うことにしよう。と言って S はまたみんなに言いふらしに行った。しかしその日 M は来なかった。僕と S は心配になり M の家に行くことにした。家のチャイムを押したが誰も出なかった。何回押しても出ず、家には誰かいる気配もなかった。僕らは心配になったが、明日来るだろうと思ってその日はそのまま帰った。しかし M は次の日も来なかった。その次の日も、その次の日もこず1ヶ月後に先生から転校したと告げられた。僕の母が M の母と仲が良かったので何があったのか教えてくれた。M は打ち上げの次の日の朝から何かにずっと怯えていて、精神を病んでしまったらしい。その次の日から僕らに怪奇現象が起こるようになった。僕は何度も金縛りにあった。夢で僕は自分の部屋にいて、それからすぐに部屋の窓から緑色の光が差し込んできて、それが部屋を覆い尽くしたところで目が覚める。すると、すぐに僕の上に誰かがのしかかったような感覚がして、手首をつかまれて動けなくなってしまった。その状態が1時間ぐらい続いて、急にふっとつかまれていた感覚がなくなった。僕は怖くなってその日は、母親の布団に潜り込んで寝た。次の日の学校で S にその話をすると、S も全く同じ体験をしていた。そこから2ヶ月間ぐらいその状態が続いていたんだが、ある日ぴたりとそれはなくなった。僕らはきっとまた来ると思って最初は不安だったが、受験生だったのでそのことも次第に忘れていった。そして僕らは高校生になった。S とは違う学校に行った。そこで新しくできた友人 H と知り合い、一緒に買い物に行くことになった。僕は新しい友達と買い物に行けることが嬉しくて、すぐに OK をし次の日二人で出かけた。その店はエレベーターを使って下に降りていくのだが、その日はおかしかった。エレベーターは確かに下に降りてる感覚がするのだが一向につかない。そして5分くらい経ってから扉が開いた。着いた場所は僕らが乗った場所だった。H は、なんで下に降りてないん?などと笑っていたが、よく見ると目が笑っていなかった。そしてその日は買い物する気にもなれず、そのまま帰った。そしてその日の夜からまた金縛りに遭うようになった。しかし以前と一点だけ違っていて、夢で見る僕の部屋の隅にあの女がいたのだった。僕はすぐに S に連絡したが、S は引っ越していて、電話番号がわからず結局連絡はつかなかった。そんなことが1ヶ月間続いて、またピタリとなくなった。そして何事もなく時間が流れていき、高3の夏僕は H と山にカブトムシを取りに行くことになった。僕の学校は山にあるのでカブトムシがどこで取れるか、どの時間帯に行くのがいいか分かっていたため、夜10時に山のふもとに集合した。そこからカブトムシスポットに行ってる途中、山の舗装されてない道からおじいさんが出てきた。僕は山菜採りかなと思って、そのまま歩き続けようとしたらそのおじいさんが、山の崖っぽいところの前で小刻みに震え出した。僕らが驚いているとおじいさんがパッと消えてしまった。崖の下に落ちたのかと思って僕と H は急いで下を見たが誰もいなかった。僕は帰りたくなったが、H が強がって。ここまで来たんだから、一匹ぐらい捕まえて帰ろうぜ。と言ったので、カブトムシを取ることにした。そしてスポットである展望台に行こうとしたのだが、ある異変に気がついた。展望台までの道がなくなっているのである。僕らはさすがに怖くなって、最短で下山できる神社を通り、道を駆け下りることにした。そして神社に着いてから嫌な予感がした。そして予感は的中することになった。神社の賽銭箱の上にあの女がいたのだった。僕は途中で失禁してしまった。それほど怖かったのだ。そして山の下で僕と H は、誰も来てないことを確認し一息ついた。すると僕の腕に痛みが走った。見るとどっかの枝に引っ掛けたのか、結構深い怪我をしていた。走ってる時は怖すぎて痛みすら思考の外だったのだろう。
そしてまたその日の夜金縛りにあった。夢の中で部屋にいた女は部屋の隅から少し僕の方に移動していた。僕は、もしかしたらだんだん僕の方に女が来て、最後は丸されるんじゃないかと思うようになった。それからまた月日は流れ、僕は地元の建築関係の仕事に就職した。金縛りはあの日からもう起きてないが、いつ起きるのかと思うと気が気ではなかった。そしてある日仕事で一人で残業していると、誰かの足音がした。僕は怖くなったが、恐る恐る振り向いた。しかしそこには誰もいなかった。気のせいかと思い仕事に取り掛かっていたら、また30分後ぐらいに音が鳴った。さすがに気のせいではないと思い振り向いたが誰もいなかった。安堵して窓に目を向けるとあの女がいた。僕は驚いた。ここは3階だから窓から顔を出せるわけがなかったのである。そしてその女はあの日と変わらない空洞になった目でこっちを見て。あと、3年。と地獄の底から這い上がるような声で言った。僕はすぐに残業をやめ家に帰り、後日退職願いを出して、今精神科のカウンセリングを受けながら家にいる。僕はあの女が言った日が来たら死ぬのかもしれない。旗から見ればの嘘っちゅう、もしかしたらじまると処理される死に方をすると思うが、これだけは分かってほしい。僕は本当はあの女に丸されているのだと。そして来年あの女が言った3年後である。僕は一体どうなってしまうのだろうか。登場人物。A、ラジオパーソナリティ。B、アシスタント。C、ゲスト、お笑い芸人。今日は夏の心霊特集ということで、お笑い芸人の C さんをお呼びしました。どうも、C です。あはは。忙しいところわざわざこのコーナーのためだけに来ていただいて。ほんまや。心霊コーナーのためだけに呼ばれるってどないなっとんねん。ギャハハハ。君、笑ってばっかやな。いや、ウケる。何がやねん。C さんといえば今まさに売れに売れているピン芸人として見ない日はないくらいですが、芸人になる前は制作会社で AD やってらしたんですよね。そうです。若い頃は AD やってました。へぇ。それがお笑い芸人になったきっかけは？テレビ業界に昔から憧れがあって、トンネルズさんおるやん。ほんま生だらに憧れてな。そんで自分もおもろい番組作りたくて制作会社入りましたけど、いきなり小僧が番組制作なんて携われるわけもなく、AD から言うて仕事やってましたけど AD なんて使いっぱやからね。ほんまきっつい環境で奴隷ですわ奴隷。頑張っていたけど給料低いしこれじゃあかん思うて、就職探したけどなかなか見つからんて。まあ額もないし、しょうがなしに吉本の養成所入った感じですわ。それが今や一発芸人。誰が一発芸人やねん。あはは。それでその AD 時代に体験した話をしてくれるというわけで、今日スタジオに来てくれたんですよね。そうですね。いくつかあるんですけど。聞きたい。もともと霊感はあったの？小学生の頃に火の玉見たとかそういうのはあった。へぇ。あと金縛りにはようあったな。実家近くがお寺で、よう金縛りにあったんよ。ボロ屋やったんやけどいつも人の視線とか感じてな。寝てると声とかするんやで。そんな家やだ。やだ言うても物心ついた頃からそんなんやから、それが当たり前思うてたわ。友達が泊まりに来たら二度と来なくなったけどな。後で聞いたら例の通り道やったって。まあ友達の気持ちはわからなくもないかな。それじゃ、前置きはそれくらいにして体験談お願いします。それじゃ最初は昔よくあったアイドルを心霊スポットに送り込むやつ。見たことある？ああ、あったあった。あれでね、アイドルが調子悪くなるってあったでしょ。あれは大抵やらせ。それ言っちゃっていいんですか？もう時効や時効。でもたまにガチな現場があってな。ほう？Y が体験したのはアイドルの王っていうのが昔おってな。それが一人でカメラ持って心霊トンネルに入って戻ってくるって企画やったんよ。それ絶対無理。王も最初すんごい怖がってね。一応霊能者っちゅう親父連れて行って、その人が数珠渡して。これが切れたらすぐに戻ってきなさい。と言ったんや。それで王は半泣きしながらトンネルに向かって行った。うん？ほんでトンネル入り口まで来た時に。無理です。って泣き出して戻ってきた。
それじゃ絵にならないからとディレクターも強引に行かせるわけや。大は大泣きしながらゆっくりトンネルに入ってった。トンネルは100メートルくらいの長さやったんやけど、半分くらいしたら急に走り出して向こう側にダッシュしていった。怖っ。待っていたんやけど、なかなか戻ってこない。呼んでも返事もない。ほんでしゃあないので迎えに行こうって話になったら霊能者のおっさんが、あかんあかん。言い出した。何があかんのか聞いたら、大勢の霊がこっち見とる。早う逃げようや。言うんや。でも置いていけませんよってディレクターと揉めていたら、王がこっちに走ってくるのが見えた。霊能者のおっさんパニックよ。あかん、あの子、もうダメや。叫んでロケバス降りて逃げてしもうた。そんなにヤバかったの？走ってきた王は白目向いて変な走り方しとった。ほんでなんとか取り押さえたんやけど、暴れて暴れてどうしようもない。女とは思えない力で暴れてな。ワイなんか顔蹴られて歯折れたし。それで？なんとか収まったんだけど、王はしばらく気を失って、起きたら記憶がない言うてた。覚えているのはトンネルに入って真ん中くらいで、数珠がいきなり切れて飛んだんやと。戻ろう思って後ろ見たら男が立っていたらしい。そんで向こう側に逃げたらしいんやけど、そこから記憶がない言うてた。それでその王さんは？ワイもよくわからんけどその後すぐに事務所辞めた言うてた。なのでその後はわからん。ふえ。それでもう一つ。昔、失踪した人の情報番組あったやん。あったねえ。D 件やったかな？奥さんが急に失踪したいう話があって、旦那さんが起きたら急にいなくなっていたって話で。うんうん。一日探したけど見つからないので警察に捜索願い出して、しかし捜索虚しく見つからなかった。当時は結構話題になったらしい。主婦の神隠しか言うて、ほんで番組に話が来た。番組でも一応は下調べするわけやけど、その奥さん評判良くて浮気とか借金作ってたとかそういう類の話は全くあらへんかった。大抵の失踪がそういう理由からドロンするらしいんやけど、そういうのもなく旦那さんとの夫婦仲も特に悪くないって話でね。自宅から夜寝ていたら忽然と消えていたちゅうわけやから、誘拐の線でも捜査されたらしいが、その痕跡がなかったらしく謎が謎を呼んでな。そんな事件あったんだ。財布の入ったバッグも置いたまま、旦那と子供置いてどこに消えたのかって騒ぎになって。当時は携帯なんてまだみんな持ってなかった時代やから、本当に足取りがわかんなかった。それで番組では霊能力者による霊視を試みるっていう方向になって。そういうのあったねえ。ほんで会社がよく使うテレビ慣れした霊能者を呼ぼうとしたら予定が入ってて。この際マンネリもあれだから、海外の霊能力者使うかって話になった。そこでアメリカから霊能力者のおばちゃん連れてきたんや。おばちゃん。FBI 御用達で何事件をいくつも解決、いう触れ込みで連れてきたけどな、実際はいくつかの捜査をお手伝いした程度やったそう。そのフレーズよく使われていたね。そうそう。で、通訳連れてその家に行ったわけや。事前の情報は簡単には伝えていたが、霊視の邪魔になるからと言われて、詳細な情報は何一つ教えてなかったってディレクターが言ってた。へぇ？旦那さんと小学生の男の子が二人、インタビュー形式で失踪当時や奥さんのことなどを話してもらいながら撮影はスタートした。淡々と撮影が進んでな、霊能者のおばはんは通訳さんからずっと会話の内容を聞いていた。撮影も終盤になり、旦那さんとお子さんにいなくなった奥さん、お母さんに一言呼びかけるって場面になって、旦那さんも子供さんも涙ながらに帰ってきてと訴えてた。もう現場も涙なしにはおれんかった。ワイも泣いたし。Cさんその顔で泣くとかキモい。誰がキモいねん。ワイ勝て泣くわ。子供の。お母さん戻ってきて。という言葉が泣けたわ。そんでいよいよ霊能力者に見てもらうってことになった。それまで通訳の話を聞いてうなずくだけだったんで、大丈夫かこのおばはんってスタッフはみんな心配してた。これなら別の霊能力者の方が良かったかなーなんてディレクターは話してたくらいだったしな。そもそも呼んだのお前やろって思ったけど。それで霊視を始める言うんで、おばはんは目をつむって奥さんの写真を手にした。そんで2、3分経ったくらいかな、いきなりテレビがついたんや。ひえー。そしたらテレビ画面がザーって砂嵐になってな。おばはんのうなり声と砂嵐の音だけになって、そこにいた全員だんまりよ。
気がつけばほとんどの奴がテレビに視線を映してた。テレビ画面にな、砂嵐の映像にうっすらと大きい池、湖みたいなのが映り始めたんよ。ちょっと怖いんですけど。旦那さんが。何かの演出ですか？ってディレクターに聞いたりしてたんだけど、ディレクターは小声で。違います。って答えてた。ワイは音声さんの後ろにおったんやけど。なんか変な声が聞こえる。って言い出して、ワイも正直かなりビビってた。テレビの湖みたいなところに今度は人影みたいなのが映り出して、子供が怖い怖い泣き出した。おばはんはうなり続けているし、テレビには変な影が映り出すし、電気はつかないし、もう現場はホラーよ。そしたらテレビの人影がはっきり女の人や、ってわかるシルエットになって。うん？うなってたおばはんがピタッと黙った。そんでそのまま旦那さんの前に歩いていって、そんで目を開いて一言。水の中は冷たいわよ。ギャー。しかも日本語。やばい、怖すぎ。で、テレビもブツンと消えて真っ暗。すぐに電気ついたけど、旦那さんの顔見たら顔面蒼白。子供二人は震えて泣きながら抱き合ってた。それ怖すぎでしょ。っていうかおばさん日本語話せたの？いや、全くやで。通訳と話すときは全部英語やったし。それがいきなり水の中は冷たいわよって普通に言うんやで。それでどうなったの？おばはんはそのまま黙って家の外に出て行った。通訳と女のスタッフが追いかけて行ったんだけど、残されたワイらは旦那さんの怒り沈めるのに必死やった。あれはどういうことだ？って怒って。自分が奥さん丸下言うんですか？ってディレクターにつかみかかっちゃって。すんません、すんません。と一度は謝りっぱなし。最後は、出て行け。の一言で終わったんやけど。結局旦那さんが犯人だったって話？それがわからん。警察も旦那さん疑ってたらしいけどな。しかしたとえ旦那さんが犯人言うてそんなオカルトな映像が証拠にはならんやろ。番組もその湖だかの場所も調べたけど結局はわからんかった。その後旦那さんが捕まったっていう話も聞いてないし、どうなったんやろうな。そん時の撮影があまりにガチすぎて結局映像も使われんかった。いやー C さん、それは怖いわ。Y が持っとる話で一番怖いのこれかな。怖い話している時の C さんの顔が一番怖かった。もうええわ。本日のゲストは C さんでした。ありがとうございました。また来週。もう、夏真っ盛りだね。この時期になると、昔のことを思い出す。俺の地元には大小の山の中に、ひときわ小さな山がある。本当に小さな山だ。でもなぜか、大人と一緒であろうと、子供はこの山に登ってはいけないということを聞かされていた。理由を親や先生に聞いても教えてくれないし、他にもいろんな山があるのに、その山だけ子供は立ち入り禁止になってたし、何より周りに神社が密集しているのも、なんか気になっていた。神社は、小さくて無人のところがほとんどだけど、神主さんが住んでるところが一箇所ある。神主さんの敷地に干してあった干し柿取って食べたのはいい思い出。そのこと神主さんは知ってたみたいだが、それはまた別の話ね。まあ干し柿取って食べたってことからもわかるかもしれないけど、小学生の自分、俺はなかなかの悪ガキだった。ダメだダメだと言われるほど、何としても入りたくなるのは人間の悪いところ。俺は、友達を連れてその山に入ることにした。連れて行った友達は二人。地元から離れた今も、結構遊ぶ。面倒見が良くていいやつ。B、ビビリ。いじめてたわけじゃないけど、連れ回してた気がする。夏休みにこの三人で、山に入ろうってことになったんだ。A は俺と一緒に調子に乗ってたし、B もビビリだけど好奇心はあったみたいで快諾した。なんだかんだで、みんな山に入りたかったのかな。そして、結婚の日。親には朝から、プールに行ってくるって抜け出してきて集合した。もちろん、バッグに水着やタオルが入っているわけもなく、中身は邪魔になるからできるだけ空にしておいた。A も同じ感じだったけど、B は水泳の授業の時と同じ中身だった。いざ出発しようとしたがここで問題が発生。山に続いてる道は、神主さんの住んでる神社の方から繋がっていて、
その道は頂上まで行ってるかどうかはわからないらしいけど、ずっと一本道で、反対側の無人の神社の方に出る道になってる。と B から聞いた。B はビビリだったから、親が。この子は山には行かないだろう。と考えて、子供には教えない、山の道の詳細を教えていたのだと思う。それを聞いて、俺たちは考えた。子供は出入り禁止だから、当然見つかる可能性のある、神主さんの住んでる神社の方の道からはいけない。進めそうになければ引き返せばいいし、人に見つかる可能性を極力減らすことが大事。俺たちは、無人の神社の方の道を目指し、遠回りして進んでいった。道といっても舗装もされてない、獣道より幾分マシだってレベルということに気づいたのは、現地に着いてからだった。俺らは周りに人が見ていないかを確認し、こっそりと山に登っていった。山の道は大人一人が歩ける程度で、小学生の俺たちからしたら、進むのに全然問題はない広さだった。俺、A、B、という体型で道を進んでいく。ふと、道の横の木を見るとクワガタを発見。子供にとってクワガタはかっこよさの象徴、夏休みの主役たる絶対的な存在であることは間違いない。しかしあいにく、俺たちが持ってきているのは空のプールセットのみ、一名中身あり、だったので、バッグにクワガタを入れるのもかわいそうな気がして、明日は虫かご持ってくっか、と話しながら奥に進んでいった。なぜか進むにつれて、B が時々変な声を出していたし、A をせかしていたが、B はビビリなので、俺たちはいつものことと対して気にせずに、頂上を目指して歩を進めていた。山に入る時に小さく見えていた入道雲が、山に近づいてきた頃だったか、俺たちは道が下り始めたことに気づいた。このまま進めば、例の神主さんの神社に出る。大したものもなかったな、と思い、二人に元来た道を戻ろうかと声をかけた。A はそれに同意したが、なぜか B は、進む、と言い始めた。このまま進んだらほぼ確実に誰かに見つかるし、見つかったら大人からめちゃくちゃに怒られるのは確実なので、俺と A は大反対した。それでも B は、進む、と言葉を曲げず、そのうち震え始めた。不審に思った A が理由を聞くと、B は、視線を感じる、音がする、という。話をまとめると、誰かついてきてるとのこと。俺や A は全く気がつかなかったけど、B は自分の後ろの方に誰かいると思ったそうだ。そして、元来た道を変えるとなると、その誰かに向かって進まなければならない。それは怖いとのこと。俺たちはそれに全く気づかず気のせいだろうと説得したけど、B がどうしても怖がるので、俺が先頭に立って元来た道を戻ろうとした。第一、大人なら大声を上げながら捕まえに来るだろう。もう道は神主さんの住む神社へと下り始めているから、引き返して頂上に着くまではまた上りだ。引き返そうとすると、少し先の道に影が見えた。まずい、大人たちに見つかった、と思って身構えたが、様子が違う。ゆっくり近づいてくるのはわかるが、少しずつ距離が近くなり、よく見ると人ではない。黒い影が、しかも一つではなく三つもこっちに近づいてくる。影が何か喋っているが、離れているので聞き取れない。俺は完璧に固まってしまった。A と B は少しして人ではないことに気づき、叫び声を上げて逃げ出すまで俺はフリーズしていたが、二人が逃げ出すのにつられて、道を駆け下り始めた。途中、B が転んでバッグを落としたが、俺は B を抱え起こしたがバッグを取るまでの余裕まではなかった。ふと後ろを見ると、必死に走っているにもかかわらず、影との距離があんまり離れていないことに気づいたので、さらに必死になって道を下った。そのままふもとまで下り、境内の掃き掃除をしていたであろう神主さんが、あっけに取られてこっちを見ているのがわかったので、すぐに神主さんに泣きつき黒い影のことを話したら、すごい剣幕で三人とも怒られ、本堂に入るように言われた。お祓いに使う時のあのもさもさでいろいろやられたり、巫女のりみたいなのを聞かされたりして、しばらくの間、本堂から出られなかった。その後もちろん、親には叩かれるし説教されるし泣かれるし、夏休み中であるにもかかわらず、学校に行って先生から説教されるし、俺と A は神主さんから、いいというまで山に近づくな。と言われるし、いろいろと周りに迷惑をかけたことがわかった。しかし B だけは、今後はこの山だけでなく、近くの神社にも近づくなと言われていた。俺と A は神社まで出禁にはならなかったため、
次の日にもお祓いに行った時に聞いたんだけど、内容はこんな感じだった。何百年か前、突然この近辺に得体の知れないものが現れた。土地神なのかどうかさえわからないが、神主さんでも今もって正体はわからない。見た目は俺たちが見たような黒い影。そいつは山を登り始めると後ろから時々ついてきて、その人と変わらない速度でついてくるけど、そいつに追いつかれるとたたり殺されてしまう、ということだった。後ろからついてくるから、大人うちではお月さんと呼ばれてるそうだ。つまり、お月さんがいる山を山登り中に生地休憩していると、お月さんに追いつかれてたたり殺されるってことだ。この話にはまだ続きがあり、お月さんは、元はもっと大きい山にいたらしいが、いつの間にか今の山に来ていた。大きい山にいた時は少なからず被害が出ていたが、今の山に来てからは、標高が低いことから、人が途中で休憩することもあまりないため、被害が出なかった。しかし、それを知らずにこの山で遊んでいた小さい子供が突然死んでしまったため、理由は不明だがおそらく、他の山にお月さんが移動して、これ以上被害が拡大しないためにも、この山からお月さんを動けなくするように、周りを神社で取り囲んだ、というわけだ。そして子供が立ち入り禁止になっている理由は、山が一本道とはいえ体力のない子供は、途中で休まざるを得ず、その結果お月さんに追いつかれる可能性があったこと。あとは単純に、前の例で子供が死んでしまったため、らしい。俺と A がその山に近づくな、と言われた理由は、お月さんは普段は何も喋らず、ただ後ろからついてくるだけのものらしいが、俺が何か喋っているのを聞いた、ということは、視覚だけでなく聴覚による接触もあるため、通常の遭遇者よりも強い縁ができてしまったこと。このままではお月さんのよりしろになる可能性が高く、またその山に入った後に別の山に行くと、最悪そっちの山にお月さんが移動してしまう可能性がある、とのことだった。そして、何より俺たちの中で、お月さんと最も強い縁で結ばれたのは B だ。B の落としたバッグは、B を抱え起こす時に確かに俺たちの後ろに転がっていたのを俺は見たのに、結局見つかることはなかった。今は、時々しか地元に帰ることはないし、そのことを話すと A も B も笑い話になるが、結局その影の正体はわからないままだった。そして、俺たち3人の中で一番のビビリ B は、あの一件以来山恐怖症になるかと思いきや、現在大学に進学した今は登山部に入部している。お前、他の山に影を持って行ってるんじゃないか？自分は小中高と全寮制の学校に通っていた。すごいど田舎で、そこそこに古い学校。文字通り山の中にある。トイレの掃除とかすごかったんだ。夏が近づくと必ず排水口とかに、ゲジゲジって呼ばれてる気持ち悪い毛だらけの長い虫が潜んでて、これの退治がもう大変。タヌキもよく見かけたし、キジもいた。裏庭に生徒が何人か集まって許可取って畑作ったり。そういう場所だから怪談話にもこと書かない。というか、教師からして結構警戒している節があった。なんせ、この学校ではだいぶ昔とはいえ、死者が出てたから。事件性も何もない、ただの発作らしいけどね。自分自身も結構いろんな体験したけど、今回は学校でも有名だった白い女の話。全寮制だから先輩たちとの距離もかなり近いし、夜中に集まって怪談話なんてのも結構やった。小学生の時に編入したんだが、入ったばかりの時にいた高3の先輩二人、以下 A 先輩と B 先輩、が語り口がすごくうまいんだ。ベッドで寝てたら金縛りにあって、目を開けたらおっさんの顔が覗き込んでたとか、割とありふれた話でも、その二人の先輩が話すと怖く聞こえた。我が寮は5階建てで、自分たちが使ってたのは4階だった。5階は掃除もされてないし、自分たちが使うまでは放置されてた建物らしく雰囲気も不気味。くだらない落書きなんかもそこかしこにあって、階段の踊り場まで行って覗き込むことはあっても、実際に立ち入るほど勇気のある奴はいなかった。だけど、文化祭とかそういうもので、終わったらもう二度と使わないけど、捨てるのも忍びないガラクタみたいな荷物、出るだろ。あれをしまうスペースがなくなったって言うんで、5階に運び込むことになった。それをやることになったのは、A 先輩たちだった。
二人は仲良かったし、真面目だったから、いつも通りテキパキ頼まれた仕事をこなしていたらしい。運び込むのは5階に入ってすぐの部屋だったし。ただ、埃がものすごいからってんで、一旦中断して掃除をすることになった。部屋だけでなく、この際だから徹底的に5階全体を。学校が終わった後の作業だから、夜19時くらいは回っていたんじゃないだろうか。異変が起きた。というか、異変に出会ったのは、階段から見て一番奥にある部屋だったそうだ。寮の部屋はどこも同じ作りで、例えるなら長方形の両端4分の1がベッドスペースとして区切られ、真ん中の部分は勉強机が並んでいて、ドアの真向かいに窓がある。つまり、扉を開ければすぐ窓が見える構造。当然、5階は使われてなかったからカーテンは閉まってる。まず、A 先輩の方がその部屋に掃除のためにほうきとちりとりを持って入った。夜中だから、暗い。すぐ下の4階の部屋は自分たちが使ってるから明かりが漏れていて、それだけがカーテンを通して暗い部屋をぼんやりと照らしていた。入ってすぐに気づいた。と先輩は言った。閉じられたカーテン、当然床との間には隙間がある。その隙間に、白い女の両足が見えた。膝上の、白いワンピースのような服を着ていたという。上半身はわからない。カーテンに隠れている。だけど、足が見えただけなら不審人物が侵入していたってオチもあるかもしれない。そうじゃない、そこにいたのが人間じゃないという証拠は、すぐ目の前にあった。下から漏れた明かりがカーテンを透かして部屋を照らす。だが、そこに、カーテンの後ろに隠れていると思われる女の影は、映らない。ああ、人間じゃないなって気づいてすぐに、先輩は扉を閉じた。B 先輩が、様子がおかしいことに気づいて、どうしたって声をかけてきたから、A 先輩は自分が見たものをそのまま伝えて、二人で話し合った結果、夜は入らない方がいいという結論に達して、5階大清掃計画は半ばまで進んだところでおじゃんになった。先輩たちがそんな思い出話をしてくれて、自分たちは顔を見合わせた。その体験談は、話してくれた時の大体2年前くらいのことだったんだが、それから、いろんな生徒が、結構な頻度で、白いワンピースの女を見ているのだ。自分も見た。というか、20人くらいは目撃していた。共通点は、白い肌、白いワンピース、場合によっては上半身が見えないのでそれっぽいもの、女、黒髪ロングのストレート。日本の幽霊像のテンプレみたいな感じだ。ただし、ほとんどの場合あまり危険を感じないというのも共通している。いわゆる浮遊霊みたいなものだとみんなが納得していた。でも、事件は起きた。学校の裏門を出てすぐの道の向かい側に、山の中に埋もれた小さな神社がある。錆びれてて、氏子なんて絶対いないような、神社っていうより祠って言った方が正しい感じのが。長くて狭くてちっちゃい石段を越えると、粗末な鳥居の先にあるのな。寮生の間じゃ、ちょっとした相引きスポットとかしてたんだ。ある日、何の気なしに後輩、イカシーがそこに向かった。ただの暇つぶしのつもりだったんだろう。その石段の前に白いワンピースの女がいた。すぐに噂のやつだと気づいて、Cは目を合わせないようにうつむいたそうだ。うつむいたら当然相手の足しか見えない。なのに、なぜか、女の視線がこっちに向いたとわかった。Cは急いで裏門に戻って、振り返らずに学校へ戻った。学校の玄関口に入るまで、背中をずっと視線が追ってきたという。その話を聞いて自分も含めてほとんどが、あの女なら大丈夫だろ、とCをなだめていた。今思うと無責任なことを言ったと思う。Cは確かに、やばいと感じていたのだから。次の日、Cは4階から飛び降りた。死にはしなかった。偶然にも、渡り廊下の屋根の上に落ちたのでクッションが効いたのだと、教師は説明していた。だけど、Cの右腕は肩から切り落とされた。後日 C から話を聞いたところによると、窓から外を眺めていた時に、背中から突然、女の視線が湧いたそうだ。視線が湧くなんて意味がわからないが、感じたままに表現するとそうなるらしい。とっさに逃げようとしたが、振り向くこともできず、結果的に、視線に押されるように窓から身を投げたのだと。その女は今も寮に、特に自分が住んでいた寮の5階にいると聞いている。
困ったことに、自分の在学中に5階は大幅なリフォームがされ、明るい部屋の並んだ階となって、寮生たちも部屋として使うようになったのに。ふと目を覚ますと、窓際に見えるという、女の足が。C の事件以来、後輩には、女を一瞬でも見たら絶対に近づくな、目も合わせるな、自分がいることを気づかれないようにしろ。と伝えるのが、一種の伝統になった。Facebook なんかで後輩の話を聞くに、あれ以降被害は出てないらしいが、それでも、女を見る生徒の数は、増えるばかりだ。神社であった、というのがキーワードかもしれないね。一定のエリア内をフラフラしながら誰かに害をなしてるのだとしたら、やっぱり何かしら恨みを残してるのかな。原因を特定して供養しなきゃどうにもならんのじゃない？いや、それより小学校から全寮制の学校があるってことに驚いた。寮があるじゃなくて、全寮制って。すごいね。海外だろうか。うちの地元にもこんな学校あるけど。まさか、違うよね。関東の話じゃないよね。あれは中古物件に住んでいたわずか2週間の出来事だ。私は親戚のつてで、築40年ほどの古屋を、月5万円で住まわせてもらうことになった。私の親戚は、財産整理を機に管理費や固定資産等の出費に悩んでいたらしく、地元の不動産屋に古屋を売り屋として掲載していたが、3年経っても買い手が見つからず、結局、親戚中に誰か中古物件を買う当てがないか聞き回っていた。そこで職場から車で20分圏内であり、なおかつ賃貸住まいで月8万を出費していた私は、賃貸よりは節約できると思い、買い手が見つかるまでの間、家や庭の手入れや管理をする代わりに安く住まわせてもらうことになったのだ。古屋といっても、6畳未満2階建てで小さいながら庭もある。隣人トラブルや騒音に気を使わなくて済む分、5年も住めば十分すぎるほど節約できるだろう。それに実際に生活する居住空間は1階の2間くらいで、2階は物置にでも使えばよい。それなりに気に入れば将来的にこの家を購入してリフォームしてもいいとさえ思った。または、自分で DIY をして楽しむのも一興だろう。そんなわけで私が親戚の抱える古屋に住まうこととなり、引っ越し等を済ませてから2日が経過したある日のこと。仕事を終え帰宅すれば、何やら玄関先だというのに強い違和感を覚えた。第六感というのか、得体の知れない何かの気配がゾワゾワと肌を通して鳥肌を立てる。とはいえ、このまま外で右往左往していても進展がないので、私は意を決して家へ入った。しんと静まり返った消灯中の廊下を見据え、出かける前とさして変化のないかないを目視した後、ふと脇目に備え付けられた2階へ上がる階段を見上げる。当然、真っ暗闇の最奥に何があるのか見えるはずもなく、私はようやく電気をつけた。やはり一人で一軒家に住むと、それなりに臆病になってしまうのだろう。私はきっと人恋しいのだと自投し、今夜も一人寂しく出来合いの弁当や惣菜をレンジで温め、テレビ番組を流しながら晩ご飯を済ませた。唯一の失敗は、浴室の下見をするべきだったことだろう。随分と使い込まれたタイル張りの浴室は、床は冷たく水はけが悪い上に隙間風まで入ってくる。湯船に浸かろうとひとたび出てしまえばあっという間に凍えてしまいそうだ。そんなことを悔やみながら湯船に浸かり大きく息を吐いていると、何やら、ドスン、という大きくも小さくもない、ただ本当にドスンと形容した音がわずかに聞き取れた。どこかで誰かが車のドアを閉めたのか。はたまた、何か重たいものを床に落としたか。この時の私はあの音が家の中から聞こえていたことなど微塵も思いもしなかった。この家に住み始めて4日後、私は未だに帰宅すると妙な視線を感じていた。そして、この日はリビングとして活用している部屋でうとうとしていると。といった何かを引きずる音で目が覚めた。何の音だ？なんて耳を澄ませてみると、発情期に耳にするような猫の鳴き声がどこからか聞こえてくる。短い鳴き声が聞こえた直後、何かを引きずる音も消えていたので、私は大きくあくびをして寝る支度に入るため洗面所へ向かう。ここもまた、
古びた洗面台と露出した壁掛けの鏡があるだけの質素な作りで、いざ住んでみれば、至る所をリフォームしたいと考え直すには、十分な現実を見せつけられた。まあ、その分、格安なので貯蓄ははかどるのだが、歯磨きに没頭していると、ふと鏡に目が行く。廊下の中央、木柱の梁が付けられただけの洗面所は廊下と区切りがなく、ちょうど漢字のデコの出っ張り部分に位置しており、その左右にトイレと浴室がある。つまり、壁掛けの鏡へ体を向けていると、おのずと鏡に映る廊下側の壁が目に入る。私が薄暗い廊下を鏡越しに眺めていると、あの音が聞こえてきた。この音は一体何の音なのだろうか。連日連夜とはいかないものの、時折聞こえてくる不可解な音に私は眉間を寄せる。ああ。そして、その不可解な音に共鳴するように、猫の鳴き声が聞こえてくる。これだけ賑やかなら寂しくはないな、と苦笑しながらうがいをし、ついでに顔も洗顔してタオルで拭っていると、何やら穴が開きそうな強烈な視線を背中に感じて、私は直立したまま動けなくなった。引きずる音と猫の声は継続して聞こえている。いや、少しずつ近づいている気配がするのは、おそらく気のせいではないだろう。私は視線だけ動かし眼前の鏡を見やる。鏡の角地、私の背景にある廊下の足元あたりに、何かがうごめいているのが見え、私は驚愕した。小さな塊にも見えるそれは、猫のように小さく四足歩行なのは視認できるが、薄暗い廊下と同化するように、真っ黒なもやのようなものに包まれて全容は確認できない。その小さな物体は少しずつ私の足元へ迫り、手のようなものを伸ばしてくる。私はとっさに目をつむり、うろ覚えのお経をろれつの回らない舌で唱え始めた。すると、お経の効果がそれなりに出たのか、徐々に視線が遠ざかり、小さな物体が消えていることに気づいたのは、お経を唱えて5分くらい経過した後のことだった。そして、私はこの物件が曰く付きなのだと嘘巻きながらに確信する。そうとわかれば、私は翌日早速親戚に電話をした。ああ、おじさん。家のことなんですけど、一つ確認取りたいんですけどいいですか？どうしたの？何か問題あったかな？一応、掃除とか庭の手入れはしてたつもりだけど。私は引っ越してきてからわずか一週間と満たない中で、体験した話を赤裸々に語った。途中、親戚のおじさんは電話越しにでもいぶかしむように眉にシワを寄せていることが想像できたが、私が話し終わるまでは静かに相槌を交えながら聞いてくれたので、大人の余裕を感じた。そして、私の体験を聞き終えたおじさんは、と低いうなりを挟んだ後、気まずそうに口を開く。君が嘘を言うような人間じゃないのは知ってるけど、どうしても信じられないな。俺も若い時はそこで暮らしてたけど、そういったことは一度も起きなかったよ。おじさんの言葉に若干落胆しながらも、私は話を聞いた。でもね、もし本当にお化けが出るなら、大家の俺が確かめないとな。週末、見に行くよ。なんとおじさんは週末泊まりがけで心霊現象の調査に来るというのだ。まあ、私としては一人で心細く、かつすぐに引っ越すような当てもないので大いに助かるが、一週間弱一人で過ごすという現実も重くのしかかってきた。おじさんとの約束の日まで、やはり心霊現象は続いた。決まって時間は夜以降で、特に寝落ちした時や洗顔時に多く声が聞こえてくる。ただ、あれ以降は生活空間の電気は常につけっぱなしにするといった、投げやりの対策をしているので、あの時の物体を目撃することがなかったのは幸いだ。約束の日、私が仕事から帰ると電話が入り、出るとおじさんが今から家に来ると知らせてきた。仕事帰りに酒や魚を買ってきたので食料は問題ないが、おじさんはどこで寝るつもりなんだろうかと、小さな疑問を抱きながら到着を待った。しばらく待っているとチャイムが鳴りおじさんが到着した。いやー、ごめんね。泊まることにして。いえいえ、こちらこそ変なこと言い出してすみません。綺麗的な挨拶を終えると、おじさんを今に通してこれまでの現象を事細かに報告する。その際、おじさんは相槌を交えながら、私が声を聞いた場所や謎の物体を目撃した場所を、手帳に書き取り、早速家宅捜索を始めた。
まずはよく鳴き声が聞こえる廊下を大人二人で点検する。床のきしみはあるが猫のような鳴き声はしないので原因は床ではない。まさか床下に猫が住み着いているのかと思ったおじさんが、靴に履き替えて外に出ると、懐中電灯を照らして床下を覗き込むもそれらしい動物の影はなかった。壁の劣化具合と隙間風の通り抜ける音が原因かと思い、風呂場に向かうが、当然立て付けが悪くなったからといって、そんな音はならないだろう。最後に洗面所にやってきて、本件の主役でもある謎の物体の正体について考える。鳴き声はもしかして動物が住み着いてるんじゃないかと踏んだんだが、この謎の物体となるとな。おじさんは手帳に刻まれたメモ書きを指でなぞり、怪訝な表情を浮かべる。野良が入ってきたとかじゃなくて？いえ、玄関は閉めてましたし、そもそも猫とかタヌキには見えなかったです。四足歩行という点は確証が持てるのだが、どうしてももやがかかった部分がわからず、何の動物が近いか例えが出てこなかった。そう、猫や犬のような動物ではなく、もっとこう身近な生き物のシルエット。まあ寒いし一旦今に戻ろうか。のんびりしてればその変な鳴き声が聞こえてくるかもしれないし。わかりました。私はおじさんを今に案内して、用意していた酒や魚をテーブルとしても活用している、こたつ机の上に広げる。私の見立て通り、おじさんはかなりの酒好きなのか無邪気に笑顔を浮かべて、やった、と喜んでいた。最近のスーパーはどんな出来合いものも美味しい。そんなことを言いながら他愛もない会話を交わし、私たちはすっかり目的も忘れて、ささやかな宴会気分のままいつの間にか寝入っていた。暗がりの中、テレビだけがこうこうと灯っており、こたつに入ったまま仰向けにいびきをかいて寝ているおじさんが見えた。私はこたつから這い出ると、尿意のせいか体が震え、トイレに向かう。廊下に出て電気をつけたところ、そういえばなんで電気消えてたんだろうと思うも、おじさんが消したのかもしれないと考え、そのまま用を足しにトイレへ入った。排泄を済ませた後、顔をすすぐために洗面所へ立ち寄ろうとした時、霊の鳴き声が聞こえ始めた。あの声だ。私は耳を澄ませてどこからこの声が聞こえるのか所在を突き止めようと立ち止まる。息を殺し、耳に手を当てて、周囲に目を配る。さっきよりもはっきりと聞こえた方向に耳を向ける。鳴き声とともに霊の何かを引きずる音も聞こえてきた。音の出どころが近くなっている。私はすり足で音の方へと近づいていくと、どうやら音が今から聞こえていることに気づいた。しかし、今にはおじさんが寝ているし、そもそもテレビがつけっぱなしのはずだ。それなのにテレビの音声が一切聞こえないという、不可解な状況に私は首をかしげた。キャ、アババ。すると、今から楽しげな赤ん坊の声が聞こえた。そう、赤ん坊の鳴き声だったんだ。私は、今まで猫の鳴き声だと思っていたものが、赤ん坊の鳴き声だと気づいて、はっと顔を上げた。道理で聞き覚えのあるはずだ。あれが赤ん坊の鳴き声だとすれば、あの時鏡越しに見た小さな物体の正体は、なんて嫌な想像をするも、自ら作り上げた脳内の映像を頭を振るって消し去る。それよりも、今から赤ん坊の鳴き声が聞こえるということは、おじさんがいるそこにあの小さな物体が存在するということだ。私は恐怖心から体が震えるものの、今へ戻るのだが、戻ったことを後悔した。廊下の電気とテレビの弱々しい明かりだけが今を照らす中、こたつの近くに、小さな物体が這いずっている光景が目に飛び込んできた。ゴムのように折れ曲がった赤黒い4本の手足を、オールのように動かして進む物体は、赤ん坊にしては不自然な、ひときわ大きな頭部を司令塔に前進している。その物体が目指す先には、行き止まりの窓辺で小さくうずくまって震えているおじさんが、声を押し殺すようにして、来るな、と怯えていた。私はすかさず、大丈夫ですか、と声を荒げる。しかし、それが悪手だったのか、その物体は全身を止めて振り返るのだ。標的を私に変更した物体は、そのまま私の方へ這いずってくると、やがて廊下の明かりが届く範囲に差し掛かり、私は不運にもその正体をはっきり見てしまった。
赤黒い4本の手足を生やした本体は、まさに赤ん坊のごとく小さな胴体を持っていて、その頭部に埋め込まれた顔のパーツは、白く濁った目を全開に開き、ローマ字の U のように閉じた口元の口角を上げて満面の笑みを浮かべているように見えた。私は後ずさりながらも恐怖から腰が引けてしまい、廊下の壁にもたれかかるようにして座り込む。だが、赤ん坊はハイハイするように私の足元までやってくると、小さく、ああ、とダダをこねるように声を漏らし、私のズボンの裾をつかむ。そして、一旦顔を伏せたかと思えば、急に私の体をよじ登って、その満面の笑顔を咲かせた顔を押し付けながら、まあまあ、と抱きついてきた。気がつけば私は廊下で一夜を過ごしたようで、肌寒い早朝の日差しを浴びて目が覚めた。不意に昨晩の赤ん坊のことを思い出して飛び起きるものの、私の衣服や体にそれといった痕跡もなく、戸惑う。おじさんのことを思い出し今を確認すれば、どうやらおじさんも私のように気絶したのか、窓辺でぐったりと横たわっていた。私がおじさんを叩き起こすと、目を覚ましたおじさんは、ああ、と飛び跳ねていた。それから私は、昨晩気を失って気がついたら朝になっていたと説明すると、おじさんも、俺も気を失ってたかも、と分かりきったことを言っていた。その後、顔を洗ってシャキッと気を取り直した私たちは、昨晩食べ散らかした残りをつまみながら、あの赤ん坊について話し合った。やはりおじさんもあの赤ん坊のことをしっかりと目撃していたようだ。おじさんの話によれば、酒を飲みすぎて寝入ってしまった後、変な鳴き声が聞こえてきて目が覚めたそうだ。目を開けると消灯していて、おじさんはこたつに入って横たわった状態で、辺りを見渡すのだが、その際、視界の隅に小さな物体を捉えたらしい。それがおじさんめがけて近づいてきているとわかると、おじさんは体を起こしてそれが何なのか確かめるために凝視するが、例の赤ん坊だとわかった途端そっと押しかけたそうだ。しかし、不運にもその場で気絶できずにいると、赤ん坊ははしゃぐように聞きと声を上げ、おじさんに迫ってきたという。おじさんが窓辺で震えていたのは、そういった経緯があったのだ。そこにトイレから戻った私が来たんですね。怖かった。おじさんはそう言いつつも朝から缶ビールを開けていた。結局、あの赤ん坊が何なのかはわからずじまいだ。私はおじさんの計らいで、現在住んでいるおじさんの家にしばらく厄介になる形で、古屋を引き払った。その間おじさんは知り合いのつてで住職やら神主やらに相談したそうだが、これといってあの古屋に霊障とか曰くのようなものは発見できず、堂々巡りとなっている。ちなみに、私はといえば、おじさんの家で厄介になってから、霊の鳴き声や赤ん坊を目撃するといったこともなく、つつがなく過ごしている。おじさんも特段そういった霊障を持ち帰ったこともなく、平穏無事に過ごせているが、どうにもあの古屋を訪れると妙な視線を感じると言っていた。私も荷物を取りに訪れた際に、やはり肌を突き刺すような奇妙な視線を感じたので、当分は近寄りたくもない。あの赤ん坊がなぜ私が引っ越したタイミングで現れたのかわからないが、もう二度と体験したくない出来事だった。1980年の4月、大学という大学を落ち、俺は予備校生の身となった。浪人という名の何者でもない19歳の男に、親はもう一度無駄な期待と金を使い、さして意味のない新生活が始まった。3月の半ば、念仏のように。やればできる。と繰り返す母親にうなずきながら、ダメ人間の見本のような俺は、テーブルの新聞広告に目の焦点を合わせていた。英比新聞小学生。それがこの話のすべての始まりだった。予備校の入学金を出してくれて、しかも家賃はタダ。食事もついてる。親に黙っていれば、親から預かった金は全部小遣いになる。何の文句もない天国のような話だった。もちろん、受験勉強など最初からする気はなかった。新聞配達なんてバイトの延長、というかそのもの。と高をくくっていた俺の当てが外れたのは、初日の挨拶の時だった。まず320部の長遊館配達を言い渡され、その日の夕方には、今日から折り込みもやってくれよ。と販売店舗の親父から宣告を受けた。
つまり、毎日二時起床ということだ。午前3時、配達を始める。見ず知らずの町、こんなことでもなきゃ一生関わり合わなかった町を、巡路長を頼りに駆け回る。鼻をつままれてもわからない闇の中を。赤い郵便受けから2メートル左、奥に曲がって3軒目、そのまま後ろ2つ目ドア。巡路長は、町を一本の線に変えてしまう。配達員はそこをひたすら走るネズミだ。まるで巨大な迷路に迷い込んだような気分だった。夜の闇は人間を本能的に恐怖させるらしい。だが、配達員は死んだ人間イコール幽霊、よりも生きている人間の方が恐ろしい。ほとんど毎月、この地区のどこかで窃盗や殺人事件が起こっているという話を聞いていたし、暗闇に身を潜めている姿を見ても気づかないふりをしろ、とアドバイスされていた。大阪の新興住宅地といえば聞こえはいいが、要は昔から住み着いている貧民と、浮世離れした若い世帯の声だめだ。街中が無関心と孤独の霊気で沈んでいるように思えた。そして、何の変哲もない、当たり前のような FA 住宅501から、それは俺の世界に入り込んできた。いや、正確には、それがいることに気がついた。やっと仕事に慣れてきた5月、俺は集金業務までやらされていた。集金の辛さは、やったものじゃなきゃわからない。わざわざ新聞代を払って引っ越すような人間は、この街にはほとんどいない。何日か新聞受けに新聞が溜まってから、ようやくいないことに気づく。501もそんな溜まり具合だった。またかよ、しょうがねえな。俺は今日何件目かの、もう入らない新聞受けにイラつきながら、古いのを引き抜いて新しいのを入れようとした。その時、引っかかった古新聞と一緒にドアがほんの少しだけ開き、カミソリを引いたような玄関灯の光がスーッと伸びた。あれ？開いたよ。いつもの俺なら、そこで悲鳴が聞こえようが絶対ドアを開けることなどしなかったはずだ。もちろん悲鳴なんかない。それどころか物音一つせず静まり返っている。はいはい、逃げちゃったね。またこっちが怒られるわけね。俺はドアを開けて、積み上がっていた新聞を玄関に蹴り戻した。どうかしてたんだと思う。いや、後のことを考えると、この時すでにそれに呼ばれていたのかもしれない。501の主は、壁と自転車の間でうずくまるように座っていた。凝視しないと、それが人間であったことなどわからないくらい、変色し腐乱していた。覚えているのは、猛烈な匂いとおびただしいハエの群れだ。不思議と死体そのものの記憶がない。記憶にあるのは周りのものばかりだ。小さな新聞の記事で、501の主が元教員で孤独な老人であったこと、子供夫婦と不仲で一人暮らししていたこと、死後2週間経っていたことなどを知った。都会で孤独に沈む老人の境遇に、19歳の俺は何の感傷も湧かなかった。この街の正気に侵され始めていたのかもしれないが、俺は集金のことで怒られなくて済んだことの方が大事だった。そして、それはやってきた。新聞配達をする者にとって雨は大敵だ。もう梅雨の気配が漂うこの時期、借り上げアパートの屋根に落ちる雨音は、それだけで憂鬱になる。新聞のビニール袋詰めを計算すると、1時間早く出なければならないからだ。501の件の翌日深夜、俺はザーッという雨音で目が覚めた。あれ？雨か。俺はまた押し入れからカッパを取り出し、1階の下駄箱から長靴を取ってきて外に出た。星もないくらい夜だったが、雨は降っていなかった。ふざけんじゃねえよ。なんだよこれ？誰に文句を言うわけにもいかず、カッパや長靴をしまい、また折り込み作業に出かけた。変だなとは思いつつも、別に気にも留めずその夜も眠りについたが、なんとその夜も雨音で目が覚めたのだ。さすがに布団の中でしばらくじっとしていたが、そのうちに雨音だと思っていた音が、木の葉っぱの束で屋根をするような音だというのに気がついた。風でこの葉か何か当たってんのかな？俺は布団から出て、電気もつけずそのまま窓まで行って古いサッシを開けた。当然のように雨は降っていなかった。そして音は止んでいた。背中に突き抜けるゾクリとする嫌な感触と、梅雨時期のムッとする空気がどっと流れ込んできて、心臓の鼓動が警報器のように速くなった。窓から首を出し上を見ることもできたが、その好奇心はとんでもないリスクがあるように思えた。その誘惑を止めたのは、突然隣の部屋から聞こえてきた凄まじいうなり声だった。それはうなり声というより、もがき苦しむ声だったかもしれない。
かかとで床を蹴るような音もし始め、ただごとではない状態だった。開花の大家のおばはんが、文句を言いながら登ってきた。一つ隣の会社員も起きてきて、ドアを叩いて。ケイタさん、どうしはりました？大丈夫ですか？とやってみたが、何の応答もない。しばらくそんな状態だったが、5分ほどしてようやくケイタさんがドアを少しだけ開け顔を出した。そしてアパートの住人に言った言葉は、どうしたんです？皆さん集まって。だった。何も覚えていないらしかった。M キアパートの大家はありったけの罵り言葉を、聞こえるような独り言でぶちまけながら下に降りていった。一つ隣の会社員も迷惑そうに自分の部屋に帰っていった。俺は雨音のことを考えないようにした。今から寝るわけにもいかず、一人でタバコを吸い、相変わらずの売り込み作業に出ていった。その朝、俺は朝刊を配り終えて、予備校に行くため駅に立っていた。俺の視界の隅っこで、人影が不自然に動いた。通勤特急に飛び込んだ瞬間だった。その人がケイタさんだということを知ったのは、学校から帰ってきてからだった。夜、いつもよりシーンと静まり返った部屋で、俺はなかなか眠ることができなかった。あの雨音のことも気になってきていた。昼間アパートの周りを見たのだが、屋根に届く気などなかったからだ。一体何だったんだあの音は？という疑問と、得体の知れない気持ち悪さ、朝の人身事故の光景が重なって、どうにも眠れない。俺がそれを認識したのはこの夜からだった。雨音ではなかった。例えて言うなら、ルービックキューブを両側から押さえつけて回したような音。きしむような砕くような音が、部屋全体からし始めたのだ。古い建物は、昼と夜の温度変化できしみ音がすることもあるらしい。しかし、この音はそんなものじゃなかった。俺は鳥肌が立つのを感じた。それと、自分の意志で起き上がれないことにも気づいた。金縛りではなく、動いちゃいけない、と誰かに止められているような感覚だった。しばらくして、そのきしみ音は消えた。容赦なく仕事はやってくる。またいつものように、暗闇の街に配達に出なければならない。この日は本当に気分が重く、闇が恐ろしく感じた。この街には、羽振りが良かった頃の紡績会社の団地がいくつもある。今は見る影もなく住人もまばらで、一棟丸ごと空き家なんてのもある。そんな団地の一つに駆け上がっていった時、俺は立ちすくんでしまった。それは、その場所からあの501住宅が見えたからだ。闇の中に電気がついている。人が入った？いやありえんだろ、さっき通った時は誰も。凝視する俺の目に、その光がゆらゆら揺れて明滅するのが分かった。そして明かりは消えた。俺は新聞店舗の親父に話した。配達地区を変えてくれるよう頼んだ。そして親父が俺に語ったことは、驚くような内容だった。いやー、しばらくおとなしかったんだけど、また出るようになったんだ。あそこは鬼門やね。お祓いしてもろたのに収まらんようや。すでに町内で、死人が何人も出ているというのだ。とにかく、次が見つかるまでもうしばらく続けてくれというので、仕方なく引き下がったが、今まで絶対信用していなかったお祓いというものを受けに、氏神でもある MT 神社に行くことにした。そこで一通りのお祓いを受けた後、ご布をいただいてきたのだが、どうにも自分の部屋にいると、気がめいって仕方がない。迷信深いわけでも自己暗示が強いとも思わないのだが、実際この目この耳この体で感じたものに、説明がつかないでいることが不安だった。そして5日目の夜。それは、最後の道連れを探しにやってきた。同じアパートの Y 元さんは、普段から俺に親切にしてくれるいい兄貴分だった。この日の夜、業務用アイスクリームのパックを持ってきてくれて。なんかここ最近、人が死ぬことばっかしやな。と10時過ぎまで話し込んでいた。俺は自分の部屋の話、雨音の話、501の明かりの話を相元さんにした。そら考えすぎやで。あかんあかん、ストレス溜まってんのや。どうしても気味悪いっちゅうにあったら、部屋変わったろか？こっちは北側やし、俺はええで。なんやったら、今夜ここで俺が寝たろか？確かめたるわ。俺は断ったが、相元さんの方が乗り気で、結局二人で俺の部屋に寝ることになった。そして俺は、セットしておいた目覚まし時計で起きることもなく、新聞店舗からの呼び出しできた、大家のおばはんの絶叫で目が覚めた。Y 元さんは棒棚に紐をかけ、
首を吊って死んでいたのだ。それ以来、俺の周りで死んだ人間はいない。いや、その日で新聞小学生を辞めた俺には、あの町で何人その後死んだか、知るすべがないのだ。私は父親が生まれた時からいなくて、ずっと母親と二人暮らしでした。現在結婚して家は出ていますが、私がまだ母と暮らしていた17歳の頃のことです。夜中の3時ぐらいに、と玄関のチャイムが鳴りました。ちょうどその日は母と夜中までおしゃべりをしていて、二人とも起きていました。こんな遅くに誰だろうね。なんて話しつつ、私が、はい、とインターフォンを取りました。そうすると女性の声で、あの、突然すみません。こんばん、止めていただけませんか。と。声の感じでは40代ぐらい。その妙におどおどしていた感じが気になって。え？止めてくださいって母の知り合いの方ですか？と聞き返しました。すると相手は、いえ、全然違うんです。私近所のマンションに住んでまして私会社をクビになって、もう住むところがなくて、だから止めていただきたいと。話がよく理解できなかった私は、母の知り合いではないんですね、でも止めるのは、とうろうろしてしまいました。そこで見かねた母が、私が変わるから、と言って、インターホンで話し始めました。私は一体何なんだろう、と思って、玄関の窓越しに相手を見に行きました。私が玄関の窓越しに見たその女性は、明らかに変な人でした。まず、顔はもうどう見ても50代なのに金髪の長髪。白い帽子をかぶっていて、明るい緑のブラウスに、赤地に白の水玉のふわっとしたスカート。右手にはたくさんのものが入った紙袋を持っていました。その様子を見て、これは変な人だ、と察知した私は、まだインターフォンで話している母に。ちょっとママ、玄関に来てる人、絶対変、怖いからもうやめよう。相手にしないで、ダメですって言って断ろう、とまくし立てました。そしたら母は、はははは、は、と笑って、なんかこの雨の中、傘もなく歩いてきたんだって。怖いなら傘だけでも貸して帰ってもらおう。というじゃありませんか。その日は確かに雨がざんざん降りでした。私はもうその人の外見を見てるので泣きたくなって、こういうことにだけは度胸がある母を恨みました。私は怖くなったので、玄関から離れた奥のリビングで玄関の様子を伺っていました。母が玄関を開けて話している声が聞こえてきて、しばらくすると、家には入れられません、帰ってください。と母の怒鳴り声が聞こえました。私は普段、母の怒鳴り声なんか聞いたこともなかったので、それだけでかなりビビってしまい、その時点で涙目になっていました。玄関では、ガチャ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 とチェーンのついた扉を無理やり開けようとする女性と、閉めようとする母が出す音が大きく響き渡り、17歳の私を泣かせるだけの迫力がありました。でも、その押し問答の最中も聞こえてくるのは母の声だけ。相手の声はしません。やっとバタン、と玄関が閉まる音がして、母がフーフー言いながら部屋に帰ってきました。あの人、やっぱり〇〇の言う通りだね。頭おかしいみたい。怖かったでしょう、ごめんね。と母が言うので、なんかされたの？大丈夫？と聞き返しました。すると母はまた笑って。いやいや、全然大丈夫。今日はもう寝なさい。と。しかし、この話をしている最中にまた玄関のチャイムが。とものすごい勢いで鳴り始め、今度は玄関のドアが、と叩かれました。私のビビり具合はマックスに達して、警察に電話しようよ、と泣き始めました。母は、あとしばらく続くようなら警察を呼ぼう。あなたはもう寝なさいって、大丈夫だから。と言い、寝る準備を始めました。私は怖くてなかなか寝つけず、しばらく玄関の音に耳を澄ませていました。玄関の音は30分ぐらいで止みましたが、それ以来、しばらくは夜中のお客さんは怖くて怖くて仕方ありませんでした。その夜の出来事から5年後、私は一人暮らしを始めることになりました。明日から新しい部屋で暮らすことになった晩に、
母と話をしていて、そういえば、あんなことがあったねー、私怖くて怖くてめっちゃ泣いた記憶がある、と話したら、母が。あれだけで怖がってるようじゃ大丈夫かしらね、一人暮らし。というので、あれだけで、と聞いたら母が言うには。私ね、あの時あなたがものすごい怖がってたから、言わなかったけど、まずあの人ね、雨が降ってる中歩いてきたって言ったのに、全然雨に濡れてなかったのよ。で、左手にバットを持ってたの。しかも、あの人、男の人だったよ。私が腰を抜かしたのは言うまでもありません。警察呼んでよママ。なんで警察呼ばないの、と言ったら。なんだか逆恨みされそうじゃない、家はもう知られてるし。と。その次の日から一人暮らしをすることになった私ですが、怖くてしばらくは実家に帰っていました。以上です。長々とすみませんでした。皆さんも夜中の来客にはお気をつけください。初めて投稿します。私事で大変恐縮なのですが、映像関係の仕事に携わっておりまして、そのせいかよく不可解な現象、出来事、に遭遇することがあります。会社ではその不可解な出来事があると他言無用と決まっております。ですが、ここ最近、自分だけが心に留めておくにはあまりにも苦しくなってきました。勝手で申し訳ないのですが、吐き出させてください。拙い文章ではありますがよろしくお願いいたします。まだ、会社に入ったばかりの私は朝から晩まで映像の編集に追われていました。編集をしていると、時折変なものが映っていたり、変な音が入っていたりするのですが、私はそれをカットしたりなかったことにする作業をしていました。その中でも、2016年11月17日、木、に編集作業した映像が今でも忘れられません。その日の仕事はクライアントからいただいた映像を編集するというもので、映像自体は N〇K 教育でよくあるような子供向け番組でした。お母さんと一緒に歯磨きの練習をするみたいなもので、お母さん役の方が子供たちと一緒に歯ブラシを口の前で、縦、横、と音楽に合わせてジェスチャーするというものでした。クライアントからは、変な声が入っているのでそれをカットするように、と言われました。変な声？ってどんな声だ？と思いつつ、指示された部分を見てみると、縦、横、とお母さん役の方がにこやかに言っているんですが、そのすぐ後に、という男性の声が入っていました。映像は女性と子供しか映っていませんし、明らか不可解でした。しかもその、という男性ののぶとい声が上ずっていて、馬鹿にしているような、そんな声でした。映像はその後も歯磨きジェスチャーを繰り返すのですが、その、縦、横、のフレーズが来ると決まって、と声が入っていました。なんだかそれがとても滑稽で、最初聞いた時は笑ってしまいました。歯の後ろ、裏も磨けって言ってるのかな？とか考えながらその声を編集で消して納品しました。納品してから数日後、クライアントからクレームが入りました。音声がおかしい。と。私は会社の先輩とどこに不備があったか確認しました。お母さん役の方の、縦、横、のフレーズがすべて、後ろ、という男性の声に変わっていました。さすがにそれを聞いた時はゾッとしました。先輩からは、お前がやったのか？と言われましたがそんなわけありませんし、こんないたずらするわけありません。それに音声カット後の最終確認も先輩にしてもらっています。気持ち悪いなぁと思いながら、元の映像を保存していたのでそちらを確認してみました。そちらは、縦、横、と言っていたのでほっとしました。また同じように映像データを制作しクライアントに納品しました。他の仕事で時間もかなり押していて、時間は21時を回っていました。夜中だったのですが一応クライアントに謝罪の電話をかけました。留守電にでも、納品しました。すみませんでした。と入れておこうと思ったのですが、クライアントが電話口に出てくれました。私が謝罪した後、こんな話をしてくれました。この映像自体、
品川の P スタジオってとこで収録したんだけど、収録した後すぐにキャストの子が事故っちゃってさ、スタジオから家に帰る途中、後ろから来た車に轢かれちゃって、助かりはしたんだけど、今半身不随なんだよね。撮影してた時もしきりに後ろを向いててさ、その子。もしかしたらその子にだけ聞こえてたのかもね。私は聞かなきゃよかった、と思いつつクライアントとの電話を切りました。切った瞬間、後ろ。という声が聞こえました。あの上ずったの太い声です。確実に私の後ろから聞こえました。会社にはもう私しかいません。今にでも走って逃げ出したいのに、30分くらいでしょうか、動くことができませんでした。先輩が忘れ物を取りに会社に戻ってきました。その瞬間糸が切れたように緊張状態が解け、私はわーっと先輩に今あったことを話しました。先輩からは、お払いに行った方がいい。とのことで会社のお金で軽神社でお払いをしてもらいました。お払いのおかげか、それから特段大きな怪我もなく過ごせています。でも、今でも会社で一人になると、この出来事を思い出します。こんにちは、徳永です。前回の子供向け番組を多くの方に読んでいただきとても嬉しかったです。コメントもありがとうございました。職場でのモヤモヤをこうやって消化できるのは嬉しく思います。今回も職場であった出来事、2019年4月13日収録を書いていこうと思います。私は映像制作関係の仕事をしております。その日は仲良し家族を紹介するという企画番組の撮影でした。日テレの突撃隣の晩御飯みたいな一般家庭を訪問する番組ですね。収録内容はあるご家庭を訪問し、和やかな家族団らんを撮影する、というものでした。もちろんご家族には事前に承諾を取っており、現場には我々撮影スタッフと番組のディレクターが訪問しました。家族構成はお父様、お母様、息子さんの3人家族で、息子さんはまだ3から4歳の小さなお子さんでした。お家は新築の一軒家でとても綺麗でした。機材の準備をしていると、ご家族の方、お母様がお茶を出してくれたりと、優しく、いい雰囲気でした。撮影段取りの説明中、お父様より、撮影 NG の部屋がある。と条件が出ました。どうやら、今の隣に仏間の部屋がある、そこは撮影しないでほしい。とのことでした。撮影前に間取りを確認するのですが、その際少しだけ仏間の部屋が見えました。6畳ほどの部屋で金色の仏壇のようなものが一つ、それ以外は何も置いてなかったのを記憶しています。実際撮影するのは今中心なので、仏間の部屋が映らないよう襖を閉めて撮影することとなりました。撮影が始まり、何のトラブルもなくスムーズに撮影は終わりました。機材を片付け、玄関前に駐車していた車に荷物を運び入れていた時、息子さんが外に出てきて、もう帰るの？と話しかけられました。うん、もう帰るよ。と返しました。その時、ダダダ、プンプンだよ。え？だから、ダダダ、プンプンだよ。私は直感的に、ダダダはお父さんのことだと思いました。お父さんが怒ってる？これは大変だ、と思った私は、すぐディレクターにそのことを伝えました。ディレクターは、ちょっと話してくるわ。と言ってもう一度お家に入っていきました。撮影スタッフ数人で、何か粗相があったか？と話していたのですが、すぐにディレクターが出てきて、徳永、ちょっと来て。と私だけ呼ばれました。私は冷や汗をかきながらディレクターと一緒に今まで行きました。今にはご家族3人がおりました。そこでお父様が笑いながら、怒ってないですよ、この子が変なことでも言いました？と息子さんを抱きかかえながらおっしゃいました。私はほっとして、息子さんが、ダダダ、プンプンだよ、とおっしゃっていたので勘違いしてしまいました、と笑って返しました。その瞬間、お父様とお母様の表情が一気に曇っていくのがわかりました。ディレクターから、何か不安なことがあるならおっしゃっていただけると。と促したのですが、お父様から、いや、大丈夫です。と即答されました。腑に落ちないまま車に乗り会社に帰ることとなりました。ディレクターから、会社に戻ったらすぐに映像確認してくれ。
と急かされたので、戻ってすぐにパソコンに映像を取り込み確認しました。結論から言うとちゃんと撮れていました。スタッフみんなで、ちゃんと撮れてるじゃん。と小言を言いながらも作業していた時、撮影スタッフの一人が、これ、と映像を指さして大きな声を上げました。映像は食卓を囲んで家族3人が楽しそうに料理を食べている最後のシーンでした。最後のシーンでは家族の後ろに今と仏間を隔てている襖が映っています。閉めたはずの襖が5センチほど開いていました。その隙間から、歯を食いしばって目を見開いている真っ赤な人のようなものが映っていました。これ、何？誰？みんな唖然としていました。我々撮影スタッフは襖とは逆の位置から撮影していたので、撮影スタッフなわけがありません。家族も3人全員映っています。そもそも収録直前、仏間の部屋は誰もいなかったし、仏壇以外何もありませんでした。なのに、そこには家族を食い入るように見つめる真っ赤な何かがいました。その後、すぐにディレクターに連絡し、直接見てもらいました。ディレクターはカメラを担当していたスタッフに、撮っていて気づかなかったのか？と問い詰めました。カメラ担当は、気づかなかった。としか言えず、正直、全員気づかなかったのでみんな同罪です。これ多分、使えねえぞ。ディレクターがぽつりとつぶやきました。その時の会社の空気はお通夜状態でした。今から撮り直しても放映に間に合わない、ということでディレクターがダメ元で番組プロデューサーに掛け合ってくれました。数時間後、このままで行く。という指示が出ました。私たちの、大丈夫なのか？という心配をよそに映像はそのまま放映され、案の定ある SNS で、誰か覗いてる。と数人の方が取り上げておりました。それに対して番組公式ホームページから下記のようなお詫びが出ました。本番組では撮影機材やスタッフの映り込みがあります。ご了承ください。まるで我々が映り込んでいます、と言わんばかりの文章に、これは納得がいかない、と撮影スタッフの先輩に文句を言ったところ、変なのが映っていた時の上等句だろ、と一蹴されました。そうなのか、と半ば納得しかけた時、先輩から、徳永さん、収録終わり頃ディレクターに呼ばれてたじゃん。何喋ってたの？息子さんから、お父さんが怒ってるって言われたんですよ。でも、怒ってなかったみたいで、なんか私が勘違いしてたみたいで。なんで勘違いしたの？だだだ、プンプンだよ、って言ってたからてっきり。先輩が首をかしげて何か考えているような素振りを見せた後、こう言いました。だだだ、俺が息子さんと話した時、お父さんのことはトットって呼んでたよ。え？私はようやくその時、ダダダを赤ちゃん用語のお父さんの意味だと勝手に勘違いしていたと気づきました。じゃあ、ダダダって何？怒ってるってもしかして映ってたあれのこと？鬼のような形相で映っていたあれがダダダなのか？あんなのがいる家にいてあの家族は大丈夫なのか？私はあれがどう考えてもいいものには見えなかったのです。いろいろなことが頭をよぎりましたが、もうあの家には行くこともないと思うと自然と考えなくなりました。ただ、あの時のご両親の表情は確実に何か知っている顔でした。ここ最近、別件であの時の一軒家の前を通ることがありました。売り家の看板が立っていました。あれは僕が16の時だから、もう9年前の出来事になる。夏の盛り、祖母が他界して、僕が線香番をすることになった。線香番とは、通夜が終わってから出棺までの間、故人のそばに置いてある線香が尽きないように夜通し番をすることだ。うちの家系では、弱い16を超えた、最も若い長男が故人の線香番をすることになっていた。なぜだかはわからない。親に聞いても、昔からそういう風習だから、としか答えてくれない。僕は長男だったから、それを任された。正直、暗い寺の中で遺体と一夜を共にするなんて嫌だったけれど、断ることはできない。もし断ったら、家族だけじゃなく親戚中からバッシングを受けることになるだろう。うちはそういうしきたりに厳しい家系だったから、せめていとこが一緒に晩をしてくれたら、と思ったが、
彼は海外留学中で日本にいなかった。通夜が終わると、僕だけが寺に残された。両親は、朝になったら迎えに来るから、と言って去った。時刻は夜の9時。夜が明けるまで、まだ8時間以上ある。僕はまず、持ってきた本を読むことにした。寺の照明は貧弱で、読んでいると視力が悪くなりそうだった。仕方なく僕は祖母の眠る棺のそばまで行き、傍らに灯るろうそくの明かりを頼りに読書をした。僕がその時読んでいたのは、芥川の河童だった。ある男がふとしたことで河童の世界に迷い込み、そこで生活を送る。やがて人間界に帰り河童たちの話をするが、誰も信じてくれない。結局、河童の世界などどこにもなく、男は精神病を患っていて、本の中で語られたものは全て男の狂言、という内容だったと思う。芥川は河童を書いた後、遺作歯車を残して世を去った。途中まで読んだところで、僕は本を閉じ、壁にかかってある古い振り子時計を見た。時計の針は10時を示していた。まだ1時間しか経っていない。そう思うと気がめいった。本の世界で、僕はかなり長い時を過ごしたように感じていたから。僕は突きかけていた線香を交換してから、スマホのゲームをして時間を潰した。ゲームは読書と違い時間の経過を早く感じる。あっという間に2時間が過ぎたが、充電が切れてしまい使えなくなった。充電器を持ってこなかったことを後悔した。僕は再び線香を変え、溶けて消滅しかけていたろうそくも新しくした。そして本を開き河童の続きを読んだ。時計の振り子が嫌に大きく聞こえた。と、それは誰かの靴音のように響いた。河童を読み終えた頃、時計は午前2時を示していた。ついにすることがなくなってしまった。残りの時間、僕はただ時間が過ぎ去っていくことを祈り待つしかない。もっと本を持ってくるべきだった。あるいは、スマホの充電器を。僕は新しい線香に火を灯してから、部屋の隅へ行き、膝を抱えて座り込んだ。膝小僧の間に顔をうずめると、今まで感じたことのない孤独に襲われた。恥ずかしい話だけれど、僕はその時少しだけ泣いたと思う。しばらくして、僕はうとうとし始めた。そして実際に眠ってしまった、のかも、しれない。振り子の音が大きくなっているような気がして、僕はふと顔を上げた。そして、気づいた。それは振り子の音ではない。僕は音のする方を見た。それは、祖母の眠る棺から響いていたのだ。僕は寒気がして、叫んで逃げ出してしまいたくなった。でも逃げ出したところで、外にあるのは街灯もない深い森だったし、僕には長男としての責任もあった。それで僕は湧き出てくる恐怖にぐっと蓋をして、耳を塞ぎ、うずくまってなんとかやり過ごそうとした。それでも、音は聞こえてきた。祖母は死んでいる。そして棺から音がするのは、誰かが内側からノックしているからに他ならない。海外の話で、死んだと思い葬儀を開いたら実はまだ生きていた、というのを聞いたことがあった。でも、もし祖母が生きていたとしても、目の前の壁を規則的に叩いたりするだろうか？そもそも生前の祖母には、何かを強く叩く力はなかったのだ。だから祖母が生きているとは、どうしても思えない。そんなことを考えていると、恐ろしい想像ばかり先行してしまう。いっそのこと、棺まで歩いて行ってそれを確認してしまおうか。いや、でも、怖いしな。どうしよう、と思っていると、また線香が突きかかっていることに気づいた。どうやら、僕に選択肢はないらしい。覚悟を決めて、祭壇へ歩いて行った。すると途中で、部屋の照明が消えた。停電？わからないが、周囲はろうそくのわずかな明かりを残して完全な闇になった。僕は恐ろしさのあまり気絶しそうになりながらも、歩みを止めなかった。誰かが棺を叩く音は、その間もずっと聞こえていた。と、それは次第に大きくなるように思われた。僕はまず棺の横を足早に通り過ぎ、祭壇の線香を手際よく取り替えた。
ついでに新しいろうそくに火をつけ、古いものと交換した。そして深く深呼吸し、棺の方へ向かおうと思った、その時。アンナー。背後から、はっきりと声が聞こえた。アンナー。と。そしてそれは祖母の声に他ならなかった。僕は少し迷った後で、後ろを振り返ることにした。後悔するかもしれないと、承知の上で。そこには祖母がいた。頭で棺の蓋を押し上げ、その隙間から顔を出し、じっとこちらを凝視していた。肌は死人の色をしていたし、唇はこれ以上乾きようがないほど水分を失っていた。落ちくぼんだ目は、僕に向けられているが、うつろで何を考えているのかわからなかった。ろうそくの火がその顔だけをぬらぬらと照らしているせいで、首が浮遊しているようだ。死の匂いが、棺の中から漂っていた。僕は声を上げることもできず、ただ祖母の顔を眺めていた。やがて、祖母が言った。にやりと、口角が上がったような気もする。アンナ、アン、ナ。その時僕は強い、暴力的なまでのめまいを感じた。僕の記憶は、そこで途切れている。気がついたら朝で、僕は大の字に倒れていた。そばには両親がいた。棺の蓋は閉じられていて、時計の振り子は朝の訪れを喜ぶようにゆらゆらと揺れていた。その後、僕は線香を絶やしてしまったことを親戚の人たちに責められた。僕は必死で謝った。それで大抵の人は許してくれた。だが父だけは、一族の恥だ。と腹を立て、愚痴を言い続けた。もちろん、その夜に起こったことは誰にも話さなかった。誰も信じてくれないと思ったし、話すべき相手もいなかった。それに僕自身、あれが現実に起こったことなのか、それともうとうとして見た夢だったのか判別できずにいるのだ。ただ9年経った今でも、僕はその声を聞くことがある。それは夜、布団に潜りうつらうつらしている時などに、耳の奥深くで反響する。という棺を叩く音と、妙にはっきりした祖母の、アンナーという声。彼女が僕に何を伝えたかったのか、それは永遠の謎だ。アンナー。そんな時僕はベッドから飛び起きて、眠れなくなった体を持て余しながら、朝の訪れを待つ。あの夜と同じように。これは友人の A が、10年ほど前に実際に体験した話だ。当時 A は、大学進学のために県外で一人暮らしをしていた。友人や彼氏もできて毎日楽しく、またバイトにサークルにと忙しく過ごしていたが、彼女はなぜか、休みになるたびにせっせと地元へ帰省していた。A の地元はそう近くもないので、どうしてそんなに頻繁に帰るのか聞いてみた。すると、A のおじいさんが入院していて、そのお見舞いに行っているのだという。おじいさんは高齢で、長い間施設に入っていたのだが、ついに施設ではお世話ができないくらいに体が弱ったことから、前年に病院へ移ったそうだ。だんだんと食べる力もなくなっていて、いつどうなるかわからない状態だという。A は小さい頃、両親の仕事の都合でおじいさんの家に預けられていたこともあるらしく、大きくなってからも大変なおじいちゃん子だった。そんな大好きなおじいさんが、もうすぐ亡くなるかもしれない。A はおじいさんと話ができるうちにたくさん会っておきたいと思い、長距離も厭わずにおじいさんに会いに帰っていたのだ。それを聞いて、A はいい子だなぁと思ったのを覚えている。ある夜のことだ。A が居酒屋のバイトを終えて帰宅している途中、突然携帯が鳴った。出てみると母親からだ。こんな時間にどうしたのかと尋ねると、母親は涙ぐんだ声で。おじいちゃん、容体が急変して、今日は下が峠みたい。という。前々から覚悟をしていたことだが、いざその時が来ると A はたまらなくなった。母親に、すぐ帰る、と伝えると、A は急いで帰省する準備に取り掛かった。幸いにも、翌日は休みだった。A は最低限の荷物だけを持つと、家を飛び出した。深夜だったので、公共交通機関はもう動いていない。A は大学生だったが自分の車を持っていたため、思い切って車で帰省することにした。地元までは高速を使えば3時間ほどで着く。A は夢中になって夜中の高速を飛ばした。インターを降りると、A は考えた。
街中を通った方が新しくて大きい綺麗な道だが、山の中の旧道を越えた方が、病院までは近道だ。今は一刻を争う時なので、A は旧道を通ることにした。旧道を自分で運転したことはなかったが、新しい道路ができる前は、親の車で何度も通ったことのある道だ。ナビもあるし大丈夫だろう、と A は考えた。旧道に差し掛かった頃、時刻は夜中の2時を過ぎていた。真っ暗な山道で、対向車が来るとスレスレになるほど狭い。しばらく走っていると、一台の車が前を走っているのに気がついた。A はスピードを落としたが、それでもあっという間にその車に追いついてしまった。シルバーのフィットで、ごく普通の車に見えたという。A は、こんな夜中でも走っている車はいるんだな、と思い、そのフィットの後ろについて走った。しかし、A はすぐに妙なことに気がついた。前を走る車のスピードが、異常に遅いのだ。夜の山道だからというには奇妙なほど、ノロノロと走っている。その速さはもはや徐行レベルだったそうだ。A は少しでも早くおじいさんの元へ駆けつけたかったので、正直とてもイライラしてしまった。しかし、追い抜きたくとも道は暗くて狭いし、一車線しかない。何かあったらという危険を考えると、もどかしいがこの車の後ろをついて走るしかなかった。そのうち、道が大きなカーブに差し掛かった。何気なく前を見ていた A は、不意に目に飛び込んできた光景にぎょっとした。A の前を走っている車は、1台ではなかった。2台、3台、いや、もっともっとたくさんの車が、ずらーっと A の前を、渋滞のように並んで走っているのだ。数台ならまだしも、こんな真夜中の旧道では絶対にありえない数の車だったという。それがすべて、ノロ、ノロ、と、徐行のようなスピードで進んでいるのだ。あまりの異様さに、A は心臓が止まりそうになった。しかし、来た道を戻ろうにも U ターンできるほどの道幅はないし、バックで運転できる自信は全くなかった。何より、今から戻っていてはおじいさんの最後に間に合わないかもしれない。A は、きっと近くで何かイベントでもあったんだ、その帰りの車がたくさんいるんだ、と、必死に自分に言い聞かせながら、その奇妙な行列の最後尾に参加していたという。A が渋滞の後ろをついて走ったのにはもう一つ理由があった。もう少し進めば、この旧道も2車線に増える箇所があるのだ。そこを一気に進んで、このおかしな行列をさっさと追い抜いてしまおうと考えたのだった。A は父として進まない渋滞を必死に耐え、油汗をにじませながら、ノロ、ノロ、と真っ暗な道を進み続けた。そして、ついに車線が増える箇所にたどり着いた。ほっとした A は一気にアクセルを踏み、異様な行列の隣を追い抜こうとした。しかし、数台の車を抜いたところで、A はさらに異常なものを目撃したという。暗闇の中、ずらーっと並ぶ車たち。その真っ暗な車内一つ一つに、正気のない真っ白な運転手の顔が、ぼーっと浮かんでいるのだ。A は悲鳴を上げた。追い抜いていく車のすべてに、無表情で暗闇を見つめる白い顔だけが見える。この世のものとは思えなかった。A はとてもじゃないが隣の車線を見ていられなくて、ガクガク震えながら猛スピードで車を飛ばした。渋滞の列はなかなか途切れない。追い抜いても追い抜いても暗闇の向こうから車が現れる。A はほとんど泣きそうだった。しかし、とうとう渋滞の一番先頭の車が見えた。やっと終わる、と A はほっとして、つい、その先頭の車に目をやったそうだ。その車内にいたのは、A のおじいさんだった。一瞬しか見えていないし、顔なんて判別できるわけがないのに、なぜか A はその顔を見た瞬間、おじいちゃんだ、とわかったそうだ。衝撃のあまりバックミラーを見ると、おじいさんの正気のない無表情が、暗闇の中スーッと遠のいていく。A は涙を流し、おじいちゃん、おじいちゃん、と呼びながら無我夢中で運転した。ようやく山道を抜けてから数十分後、ようやく病院に到着すると、先に来ていた家族が泣きながら A を出迎えた。一足遅く、おじいさんは息を引き取っていたそうだ。A は、もしかしたらあの渋滞は死んだ人がおじいちゃんを迎えに来た、葬式行列だったのかもしれないね、と言っていた。だとしたら、おじいさんは最後に A にお別れを言いに現れたのだろうか。それとも、あの行列の後ろにずっと並んでいたら、A はそのまま、死者たちにどこかに連れて行かれていたのだろうか。今となっては何もわからないが、未だに夜道を運転すると、この A の話を思い出す。
今から話すことは、自分の身に起きた最も怖かった思い出だ。信じてくれなくとも構わない。俺自身、こうして文字に起こすことで少しでも気分を紛らわせようとしているだけだから。この言い方で感づいた方もいるかもしれないが、これはつい最近起きた出来事だ。俺は今、小学校で教員をやっている。ここで3カ所目だから、まだまだ教員歴はそう長くない。つい先月のこと、夏休み前の遠足として5年生たちと近所の山に登山に行った時のことだった。近所の山といえど、子供だと泊まりがけでないと登頂できないような、割と大きな山だ。残念だが場所が特定されないように県と山の名は言えない。ところで、私は怖い話が好きだ。読むのも好きだが、話す方が特に好きで、前の学校ではよく子供たちと怖い話をしてた。これのせいで親からクレームが飛んできて校長にこっぴどく怒られたのは内緒だ。そんな話を子供たちにしていたら、5年生のあるクラスが聞きたいと言ってうるさかったから、この登山の夜に披露することになってしまった。俺としては楽しみだったが、この時断っていれば、あんな思いはせずに済んだのに。遠足前日、俺は登山をしたことがなかったから、柄にもなくワクワクして眠れなかった。その日は珍しく蒸し暑い夜だったと記憶している。ようやく寝ついたのは夜の2時くらいだった。その夜、俺は奇妙な夢を見た。夢の内容はこうだ。山の中で、女の子を上から見下ろしていた。どっちかというと、自分は宙に浮いている感じだった。おかっぱ頭で赤いワンピースの子だったから、今思えば絵に描いたような悪夢だったかもしれない。不思議と女の子は怖くはなかった。その子は道に迷っている感じで、何かを探しているようだった。しばらく山中をさまよった後、女の子は首のない男と出会う。コートのようなものを着ているのに、首から上がすっぱりなくなってるのね。さすがにここら辺で怖くなってきた。首なし男が、女の子、俺の方に近寄ってくる。よく見ると、コートが乾いた血で汚れてんの。得体の知れない恐怖が一気に襲ってきた。なんかヤバいものを見ちゃっているような感じになって、いつもの悪夢を覚ますおまじないを始めた。と言っても、覚めろ、覚めろって繰り返すだけだけど。始めた途端、夢から一気に覚めそうになって、すごい安心したんだ。でも、次の瞬間、心臓が凍った。女の子が一瞬で振り向いた。こっちを睨んでる。顔は白いのに唇は真っ赤で、その対比はくっきり目に焼き付いてる。おまじないを始めた途端、こっちに気づいたから、これはやばいと思った。そしたら、コートの男が走ってくる。すごい勢いで迫ってきて思わず叫んだ。その勢いで起きたんだが、どうも体が重い。時間はいつも起きる6時を指していた。嫌な汗をかいたから、キッチンに行って水を一杯飲もうとした。視界の端に赤いものが映った。心臓に悪いったらあやしない。それはなんてことはない、赤いハンカチだった。それこそ、血のように真っ赤だった。でも、あれ?と思った瞬間に消えてしまった。だから特に気にはしなかったんだ。見間違いかなって。で、話はまだ続くんだ。その日は快晴。気持ちよく登山を楽しんだ。そして問題の夜になった。5年生だから、消灯は10時にしてるんだが、その時はもう9時半くらいだった。そろそろかな。と思っていたら、トントンと俺の部屋の扉を叩く音がした。はいよー。と言いながら俺が扉に向かった時、なんともいいタイミングでブレーカーが落ちやがった。キャーキャー言ってる子供たちに扉を開けてやり、部屋のブレーカーを見てみたが、特に問題はなかった。おかしいと思いつつ、子供たちも待っていることだし、雰囲気を出しつつ怖い話をしようと決めた。来てない奴はいるか?とりあえず確認。全員集まってます。という返事が暗闇から聞こえ、よしと言ってからいくつか注意をした。俺が話している時は喋らないこと。怖くなったら、自由に出て行っていいこと。そして何より親には秘密にすること。これは切実だった。怖すぎてもいけないと思って、昨日見た夢を脚色していい感じの怖い話を作った。子供相手なら多少の矛盾は雰囲気で押し切れる。知らないうちに話に力が入り、俺は喋りっぱなしだった。相変わらずの暗闇にも慣れ、子供たちの興奮した息遣いが聞こえてくる。話もクライマックスに近づいた時、窓から風が入ってきた。この季節とは思えないほど冷たい風だった。
さっき窓は閉めたはずなんだが。まあいい。話が重要だ。俺は約20分かけて熱弁を振るい、なんとか10時前に子供たちを部屋から出した。相変わらず電気は来ない。まあ、山だからこんなこともあるか、くらいにしか思っていなかった。楽しい遠足の夜を終え、満足して俺は眠りについた。特に変な夢は見なかった。翌朝、生徒や先生たちの話を聞いて、俺心臓が止まるかと思った。曰く、昨日は誰と話していたんですか？〇〇先生、9時40分からの打ち合わせなんで来なかったの？怖い話聞きたかったのにな。ちょっと待て、何かおかしい。俺は昨日確かにお前らに、想像しただけで全身の毛が逆立つ。暗闇の中で俺が怖い話を聞かせたのは誰だったのか。あの20分間だけは絶対に忘れられない。この話には後日談がある。正確には翌日だが。俺は山頂付近に寺を発見し、掃除中だった住職に一部始終を説明した。あの住職の青ざめた顔も未だに忘れられない。簡単なお祓いをしてもらい、清めし狼に包んでもらった。話によれば、山で死んだ子供の霊がたまに出るらしい。よく見られるのは、おかっぱ頭の赤いワンピース着た女の子らしい。霊に会ったものは大抵相手が子供で一人でも、連れて行かれてしまうらしい。そういえば、あの時の。全員集まってます。とはどういう意味だったのだろう。想像したくもない。無事俺たちは登山を終え、学校に向かった。情けないが俺としては一刻も早く逃げたかった。山を降り、最後尾でバスに乗り込むとき、確かに聞こえた。また遊ぼう。ごく親しい友人数人にしか話してないことなんだけどさ、ちと書いてみる。友人らにも一生に付されたけどね。俺ってば結構、うん、っていう経験が多いのね。霊感がどうのとかわかんないけども。そや、真夜中の自室で後ろ向いたら首のない人が佇んでました。なんてあからさまな経験はないけどね。変だなぁ。って思うようなことはそこそこ体験してきた。そのうちの一つ、今までで一番生きた心地がしなかった時の話。当時、と言っても、もう8年も前の話。俺といえば、昼は仕事、夜は夜間の大学と、我ながらなかなか肉学生してた。そんなもんだから、学校終わったらもう深夜。いつもは翌日の仕事に備えてさっと帰って、そのまま床に着くのだが、その日は土曜日。翌日は休日なものだから、えっちらおっちらマイペースで自転車こいでたのよね。帰り道、道といっても蝶がつくほどの田舎だから、田んぼのあぜ道の延長みたいな道だけどね、結構、というかかなり不気味なんだよね。想像してもらったらわかるかもしれないけど、草木も眠る牛蜜時に、一人だだっ広い田舎道。しかも周りには、マネキンの首などを使ったリアルなカカシがこちらを凝視してる。まあ、その頃にはとっくに慣れきっていたんだけどね。帰路の途中、いつもなら見向きもしない自販機に目が止まったのは、珍しく金銭的にも余裕があったからなのかな。別段喉も渇いてないのに。田舎の人ならわかるだろうけどさ、メジャーなメーカーの自販機じゃなくてね。今で言うと、コーヒーの細長いロング缶あるでしょ？全部がそのサイズの自販機。かなりアナクロナイズなやつだね。当たったらもう一本、なんていうおみくじ付き。切れかかった電灯が発してた、じじじ。という音がやけに耳に響いてた。田舎の深夜なんて車通りもないから、信じられないくらい静かでさ、やけに小銭を投入する音が響いてた。お金を入れてボタンを押したら、おみくじのランプが。ってなり始める。シーンとしたあたりに、そのチープな電子音がやけに不釣り合いで。当たっても2本も飲めないしな。なんて苦笑しながら、ジュースを取ろうとしたんだけどさ、自販機の切れかかった電灯の薄暗い明かりくらいしかないから、取り出し口なんてほとんど真っ暗で見えない。ジュースはどこだ？と手探りで取り出し口内をまさぐってたらさ、握られたんだよね、手を。意味わかんないと思うけど、取り出し口の中で手をつかまれたの。ちょうど握手をするような形で、一瞬頭が真っ白になった。間違いなく人の手の感触だった。しかもね、だんだん握る力が強くなってくるのよ。痛いくらいに。
そこで我に返って、うわーっと必死に手を振りほどいた。相当強く握られてたのにあっさり手は抜けて、俺は反響欄で自転車に駆け乗って、全力でその場を離れた。混乱してたからはっきりとした記憶はないんだけど、その手の感触と、背中越しに聞いた。という音だけは鮮明に覚えてる。そういえば、おみくじなんてボタン押して5秒くらいで止まるのに、なぜかずっと。って言ってたな。今考えると。一人暮らしの家に帰るなんてゾッとしたからさ、そのまま友人の家に転がり込んだよ。で、その判断は大正解だった。一人だったら気が狂ってたかもしれない。なぜかって言うとさ、治んないのよ。てか、握手の形のまま、そこだけ金縛りにあったかのように硬直してるんだよ。友人もただごとではないと思ったらしく、二人で朝まで頭の中で念仏を唱えてたら、夜が更ける頃に、急に何かから解き放たれるように硬直が解けたよ。それからというもの、俺はどんなものにせよ、口になってるものに手を突っ込めなくなってしまった。自販機はもちろん、郵便受けやポストなんかでさえ。だってさあ、握手。されるでしょ、また。多分。この話には後日談があってね。今から2年前、握手から6年後だね。法事のために田舎に帰省した時ね、あの時から一度も通ったことなかったあの道。近道に使ってた裏道だったから、幸いにも卒業まで一度も通らずに済んだ。なんでだろうね。あれほど忘れようと思ってたトラウマのあの場所に、ちょっと行ってみようか、という気持ちになった。理由はわかんないけどさ、導かれるように。なんて言ったら安っぽくなっちゃうけど。なんかあったら嫌だな。と内心ビクビクしながら車を走らせてたらね、あっけない結末だった。なかったんだよね、その自販機。そりゃそうだよね。あの時ですらかなり古かったのに、あれから8年も経ってるんだから。当然と言っちゃ当然なんだけど、なんかさ、数年間にわたる呪縛から解き放たれたみたいで、心底ほっとした。これで完全に忘れられるな、と思ってね。せっかくの帰省なんだから、昔馴染みの連中と飲みに行ったよ。楽しかった。ほんと、ここで話が終わればよかったんだけどね。気分もよく、ほろ酔い加減になった俺は、みんなにこの話を聞いてもらおうと思った。8年前は、思い出すのも言葉にするのも嫌だったから話せなかったんだけど。多分ね、なんだそうやって、みんなに笑って欲しかったんだろうと思う。それで俺も笑って、この忌まわしい記憶はおしまい。そうなって欲しかった。そうなるはずだった。つらつらと話してる途中でさ、友人の一人が。ちょっと待った。と、話の腰を折った。何？と俺が聞いて帰ってきた言葉は、俺の酔いを完全に冷めさせた。聞かなきゃよかった。話さなきゃよかった。なんで話してしまったんだろう。なんで？そいつが言うに。あの道にそんな自販機なんか見たことない。他の4人も同様に口を合わせる。おかしいぞ、おい、ケイ。お前はあの時、朝まで念仏を唱えてくれたじゃないか。俺はそっと押しそうになった。あの時止めてくれた友人のケイまで、そんな自販機知らないという。あの夜のことも覚えていなかった。どう言ったらいいかわからないんだけどね。俺、だんだんとこの時の記憶がなくなっていってることに気づいたんだよね。なんていうかさ、夢って目が覚めた瞬間は覚えてるけど、その記憶を持続させようとしても、嘘のように消えていっちゃうでしょ？夢の記憶。ちょうどそんな感じでさ、俺本当は、あの時の自販機で何を買ったかとか、あの時の学校の授業は何だったとか、はっきり覚えてた。でもほんと、嘘みたいに記憶から抜けていった。忘れたくても忘れられるようなことじゃないのに。今ではもう、先に書いたことくらいしか記憶に残ってない。何かの意志というか、そういうものを感じるんだよね、これ。俺さ、変な予感があるんだけどさ、完全に俺の中からこの記憶がなくなった時、普通にまた何かの口に手を入れて、また、されるんじゃないかと思う。握手を。以上です。長文失礼しました。もっと細部まで書こうとしたのに、驚くほど記憶が消えてて怖いです。ちなみに健忘症などではございませんので、このことだけなんです。こんなのは、ふと怖い話が読みたくなったなと思い立って、久々に岡板に来てこのスレを見つけて、一からしばらく読んでいました。
それまでは普通にガクブルだったんですが、422を読み終わった瞬間、泣いてしまったんです。なぜか。話はとても怖かったけど、泣いたのは怖かったからではなく、ただただ悲しかったのが伝わってきて、泣いてしまったのを覚えています。しかし、別に読むだけなら特に悲しい話ではないし、自分でも意味がわかりません。東方男。深夜なので声は殺しましたが、気を抜くと号泣しそうでした。涙腺が緩いわけでも霊感があるわけでもないのに。なぜ？何かのメッセージなんでしょうか、あるいは。あなたも体験してるけど、記憶を消されてるんじゃない？感想ありがとうございます。一つ、とても大事なことを書き忘れたので、書いておきます。っていうか、忘れてたというのが怖いです。絶対にこれだけは忘れちゃいけないのに。あの時、恐ろしく強く手を握られていたのに、あっさり抜けたのは、私が持ってるお守りのおかげだと、今では思っているんです。お守りといっても、その方面に強かった祖母、個人ですが、の力と髪の毛が一本入ってるお手製のものなんですが。田舎には物の毛が多いから。と、祖母が生前に親戚筋へ配ったとか。それは我が家にももちろんあり、私は交通安全くらいにはなるかなと、常備携帯してたのです。祖母が守ってくれたんだなと、今では確信してます。多分これがなかったら、話してもらえなかったと思う。でお。このレスを書こうとした時に、ふと恐ろしい想像をしてしまったのですが、そんなことないと、誰か笑い飛ばしてほしい。記憶が消えてってるのは、このお守りの存在を忘れさせようとしてるのではないか。あの日から常に肌身離さず携帯してるお守り。絶対このことを書こうとしてたのに、なぜか忘れてた。このお守りのことまで忘れてしまったら、多分おしまいだと思う。次は話してくれないと思う。これは、私が大学2年の時の話だ。長い間忘れていたが、ふと思い出したので投稿しようと思う。長文、多分で申し訳ないがどうか書かせてほしい。俗に言う、本当にあった怖い話である。私は大学2年の夏、サークルの仲間と夏合宿に行くことになった。行き先は富士山で、山頂から御来光を眺めようという目的だった。登山の経験が何度かあった私は、富士登山もそんなには苦労しないだろうと高をくくっていた。結果的にそれは当たっていたとも外れていたとも言える。私は景色を楽しむ余裕があったのだが、メンバーの一年女子が高山病にかかってしまったのだ。彼女一人での下山は当然不可能だということで、三合目あたりであえなく下山することになってしまい、私は初富士山に興奮していたこともあってかなり落胆していた。7合目にある救護所まで彼女を送った私たち7人は、さすがに疲れてしまっていて、もう来光の見られない富士山に再突撃するほどの気力は残っていなかった。ほどなくして彼女の体調は回復するのだが、救護所に着いた時、私はよからぬことを考えていた。それは、樹海に行くこと。今考えてみれば正気の沙汰とは思えないが、当時の私には冷静さというものが全くもって欠けていたのだ。しかし、みんなに言えば反対されるのは火を見るより明らかだ。私は無用なリスクを回避すべく、静かに行動を起こした。N 先輩。うん？どうした？N 先輩は荷物を下ろすと、近くのベンチに腰を下ろした。先輩は当時大学3年生、私の一つ上であった。中学で剣道を始めた私は、道場で一緒だった N 先輩と特別仲が良かったのだが、先輩は高校3年生で剣を手放してしまい、先輩とのつながりはそれきりだった。それゆえ、大学校内で N 先輩を見かけた時は思わず飛び上がるほど驚き、また嬉しかった。身長こそわずかに勝っていたものの、幼少から剣道を続けていた N 先輩は、中学で全国大会に出場するほどの実力者であり、県大会すら届かなかった私などとは比べるのも恐れ多い。それはさておき、私たちの仲が良かったのは、共通の趣味があったからだと言える。その趣味とは言うまでもなく、オカルトだ。剣道の合同合宿でも自主的に肝試しを行うほどオカルトマニアであった私たちは、心霊スポットを回ってみたり、怪しげな儀式に臨んでみたりもした。しかし霊感がない、と決めつけていたせいか、結局霊を見ることは叶わなかった。さて、話の本筋に戻ろう。先輩の隣に腰掛けた私は、
声を落として話を持ちかけた。実は、樹海に行ってみたいんですよ。さすがの先輩もこれには驚いたようだった。は、本気か？はい、さすがに一人では危ないと思うので。いつになく真剣な面持ちで、数秒思案するポーズを見せた後、先輩は小さくうなずいた。そして先ほどとは打って変わって、いたずらっぽい笑みを浮かべる。よし、行ってみるか。やった。思わずガッツポーズをする私に、苦笑する先輩。この時、先輩が止めていればあんな思いはせずに済んだのだが、すっかり意気消沈している他のメンバーに、私は登山の再開を提案した。が、結果は惨敗。誰一人として同意する者はいなかった。ただ一人 N 先輩を除いて、すべては私の計画通りだ。そうして、私と N 先輩は登山再開を口実にメンバーから離脱したのだった。まっすぐ青丸ヶ原を目指した私たちは、初めての樹海に興奮していた。登山に慣れている私はともかく、先輩も自慢の体力で全く疲れを感じさせなかった。林道を通って目的地に到着した私は、正直なところ少しがっかりしていた。樹海というイメージにそぐわず、道も作られ、案内板も立っていたからだ。先輩も同じ気持ちだったのだろう。私たちは無言で林道をそれて深い森に入っていった。来た道からまっすぐ、木々の間を縫って奥に進む。すぐに元の道は見えなくなり、周りは私の望んだ木の海の様相を呈し始めた。私はここに来てようやく満足感を覚えた。そこが地獄の入り口だとも知らずに。樹海は、四デジのごとく360度が木に覆われていた。もう日は昇ったはずなのに、空気はじめっとしてかなり薄暗い。先の見えない森を進む二人を完全な静寂が包んだ。すべてが陰った世界の中、地面を踏む音だけが響き、落石を踏む音が時々アクセントを加える。森はえも言われぬ不気味な雰囲気で満ちていた。もう私は夢中だった。真夏とは思えないような冷気が、進むにつれてその鋭さを増していくかのようだった。森の奥が私を誘っていた。奥へ、もっと奥へ進まなくては。進みたい。なんで？楽しいから。ほら、早く行かなきゃ。行かなきゃ。行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃ。いつの間にか、前を歩いていた先輩は隣になり、後ろになった。でももうそんなことは気にならなかった。何か強い衝動が私を前に進めた。自然と速度が上がる。足元を確かめるような歩きから、早歩きへ。そして地面を蹴って。おい？世界が回った。背中に受けた強い衝撃に、肺の空気がすべて吐き出される。気がつけば私は地面に転がっていた。先輩が私を投げたのだと理解するのに時間はかからなかった。ズキズキと体が痛み、私は体を起こして犯人を睨みつけた。って、何すんだよ。思わず乱暴な口調になるが、先輩の様子に口をつぐんだ。先輩は、泣き出す寸前のようなひどい顔で固まっていた。急に私を強く抱きしめると、よかった、よかったと何度も繰り返した。もう助からないかと思ったよ。だって入ってすぐに引き返そうとしたのに、お前返事もしないし。さすがにヤバいかもって思って怒鳴ったら、お前笑いながら走り出したんだから。え？全く、覚えがなかった。樹海に入ったところまでは鮮明な記憶があるのに、ここまで歩いた記憶が曖昧だった。先輩の様子からして嘘をついているとは到底考えられない。ゾクリ、と私の背中を冷たいものが撫でた。やっぱりな。絶対取り憑かれてたよ、お前。まさか。はは。うすら笑いを浮かべてみても、気分は最悪だ。まあでも、投げた衝撃で正気に戻ったみたいだな。何よりだ。ほっと息をつく先輩だったが、状況は芳しくない。知らぬ間にかなり奥の方まで進んでしまったらしい。先輩。俺たち。迷った、な。私の言葉を先輩が継ぐ。迷った、その言葉が頭の中をぐるぐる回る。急に胸が苦しくなり、手先が冷えるのを感じた。辺りをキョロキョロと見回すものの、もちろん目印はない。私はもはや、パニック寸前だった。もしあの時私が一人でそこにいたなら、生きては出られなかっただろうと確信している。だがあの時私には、N 先輩がいた。まあ、座れや。先輩はさして慌てた様子もなく、あくまでもマイペースだった。
それが私にとっての唯一の救いで、大きな希望だった。先輩はまるで家にいるかのように、湿った地面にドカッと座ると、私にも座るように手で示した。さて、どうだ？だいぶ落ち着いたか？はい、おかげさまで。うん、と一つ先輩がうなずく。するとまたもや、先輩はにやりと笑った。な、俺前から気になってたんだけど、樹海だとコンパスが狂うって聞いたことないか？この状況でよくもそんなことを。私は思わず笑ってしまった。試してみます？そう言ってバッグの小ポケットから方位磁針を取り出すと、先輩は新しいおもちゃを得た子供のように目を輝かせた。おお、持ってたのか。忘れてきちゃったって後悔してたんだよ。やってみますね。私は立ち上がって、右手に乗せた小さな箱を胸の高さに合わせた。先輩も立ち上がり、不安定な針の行く先を見守った。果たして、針は少しの間ゆらゆらと迷っていたが、やがてピタリと定まった。コンパスは来た、と思われる一方を指していた。なんだ、迷信かよ。使えるんですね。コンパスが使えることよりも先輩が落ち着いていることの方が心の支えになり、私は少しだけ冷静さを取り戻すことができた。さて、どうしましょうか。そうだな。一応、といった様子で携帯を取り出した先輩は、画面を見るなり顔をしかめる。やっぱな、ほら、圏外だ。つい、と突き出されたそれにははっきりと圏外の文字があった。ダメ元で私も確認してみたが、やはり圏外。携帯で助けを呼ぶのは無理なようだ。ま、こんなもんだろ。淡々とそう言うと、先輩は回れ右の要領で正確に真後ろを向いた。まっすぐ入ってきたから、コンパスで確認しながらまっすぐ戻れば出られるさ。得意げに親指を立てる N 先輩の姿に、自分もなぜかそんな気がしてくる。隠して単純な理論に従い、私たちは樹海脱出を試みた。そして、出られなかった。行けども、出てくるのは木、そして木だった。延々と同じ場所をさまよっているような感覚に襲われ、心の中に徐々に不安が忍び込んできた。不気味な薄暗い森は不安を呼び起こし、不安は焦りを生む。一向に出口の見えない恐怖に、疲れも相まって正常な精神状態を保っていられなくなりそうだった。コンパスに従ってまっすぐ歩き続けた私たちの疲労は、やがてピークに達した。二人で少し開けたところに座り込むと、休憩を取ることにした。幸いにして、水と食料は十分にあったため、それを分け合って空腹をしのぐ。一度落ち着いてしまうと、登山の疲労もどっと出てきてもうたつきにはなれなかった。もともとバッグの容量に余裕があった私は、小型のブランケットを詰めていたのを思い出し、二人で肩を寄せ合って樹海の異様な寒さを防いだ。そして、私たちの本当の地獄が始まった。夜が来たのだ。夜の樹海は世界で最も恐ろしいと、私は嫌というほど思い知った。一人でいたならまず間違いなく、その恐怖から逃れるために自殺を選んだだろう。そのぐらい怖かった。見渡す限りの黒が視界を埋め尽くしている。先輩が隣にいると分かってはいても、周りが見えない暗闇というのは原始的な恐怖を呼び起こした。手元にある明かりは私の持つヘッドライトと、先輩のバッグに入っていた懐中電灯2本だけだった。替えの電池は炭酸が2本。夜を明かせるかどうかは完全に運だった。もちろん、眠ってしまえば明かりなどは必要ないが、それだけは死んでも嫌だった。常に何かに見られているような気がしてならないのだ。眠りについた瞬間に、何かこの世のものでない物体に食われてしまうのではないか、何の根拠もないそんな疑念が頭を支配していた。その時すでに私の精神状態は正常ではなかったと思う。私と N 先輩は、少しでも気分を紛らわせようと、ハイになるほどテンションを上げ、騒ぎ、そして話し続けた。その内容は多岐に及んだ。サークルのこと。友人の色恋沙汰。家族旅行に行った時の話。売店のおばちゃんにいたずらを仕掛けた話。そして、剣道の話。実はな、親にも言えなかったんだけど、俺、剣道好きじゃないのよ。ええ？先輩めっちゃ強いじゃないすか。まあ、小さい頃からやらされてたからな。でもお前も剣道やってたからわかると思うけど、あれ痛いじゃん。夏場は臭いし。あはは。それを言ったらおしまいですよ。
まあね。それにさ、稽古も毎回同じでつまんなかった。確かに、それはありますね。強くなっても結局優勝できるほどではないしさ。十分すぎるほど強いですよ、先輩は。俺なんか県大も出られませんでしたし。それは修行が足らんよ、君。という調子で先輩の暴露話や、自分の話、友人や家族の話など、とにかく話して話して話し続けた。話題が途切れればくだらないギャグを挟み、面白くもないネタで腹を抱えて笑い転げる。バカ話で笑っている時は、一瞬恐怖を忘れられるような気がした。しかしそれもいつまでもは続かなかった。どれほどの時間が経ったかは定かではないが、ヘッドライトの明かりが弱々しくなり、ふっと消えた。すかさず先輩が懐中電灯をつけて、暗闇を払う。そこまでは良かった。問題は、それを上に持ち上げた時に起こった。LED の無機質なライトが照らす先、その狭い可視範囲内に何か動く物体を捉えたのだ。ドキッと心臓が跳ね、ライトが少しだけぶれた。先輩も驚いたのだろう。無言になった二人はライトの先に全神経を集中させた。耳鳴りがしそうなほどの静けさの中、ドッドッドッと自分の心臓の鼓動がやけに大きく響く。ライトが先ほどの場所をまた照らした。思わず情けない声を上げてしまった。そこにあったのは、枝から吊るされた先端に輪っかのついたロープ。もしかすると、いや、もしかしなくてもあれだった。うっわ。からのロープが風に揺れている。静止していない分、ゆらゆらとした動きが情景に生々しさを加えていた。先輩は光をゆっくり下ろし、ロープ下の地面を照らした。肝心のロープの中身がいなかったからだろう。しかし、地面にも何もなかった。きっと釣ろうとしてやめたんだな。ぼそっと、N 先輩がつぶやく。私も全くの同感だった。なんとなく嫌な感じを覚えた私は、先ほどのようなバカ話を始めようと口を開きかけた。静かに。ところが先輩に制され、耳を澄ますしかなくなる。はじめは何も聞こえなかった。そう、はじめは。風で木々がうごめく音に混じって、かすかに足音のようなものが聞こえた。それはお約束のように、だんだんと近づいてくる。地面を踏む音が大きくなるのにつれて、体が凍ってしまったかのように冷たくなり、すぐに体は動かなくなった。め、な、めん、め、な。独り言のようにボソリボソリとした低い声が聞こえてくる。私と先輩は、痛いほど肩を寄せ合った。金縛りにあったままで。左の方から足音と奇妙な声らしきものが聞こえてきた。私はそいつが、接近してきているのを肌で感じた。その時、金縛りによって腕が固定され、先輩に握られた懐中電灯は異様なほどピタリと空間を照らしていた。ふらり、ふらりと不規則な足音でそれが近づいてくる。パニック寸前だった私は目をつむることもできずに、しかと明かりの先を見つめていた。そして明かりの左端、木を数本隔てた向こうにそれが映った。それはひょろりとした体に、ボロボロのスーツのようなものをまとっていた。な、ごめ、な、ごめんな。スーツ姿の男は、こちらに気づく様子もなく、明かりを横切ろうとする。私は男の言っていることを理解した。ごめんな。男は確かにそう言っていた。なぜかその時の私にはわかったのだ。もうすぐで明かりを渡り切ろうかという時、男はピタリと動きを止めた。バレた。私はそう確信した。と、次の瞬間、ババ、と今までの動きからは想像できないほどの俊敏さで、私たちに近づいてきた。殺される。なんとか目をつむることだけは成功し、ぎゅっと閉じると同時に股間に温かいものを感じた。だが失禁の恥ずかしさなど微塵も感じなかった。あるのはただただ純粋な恐怖だ。え、お。不意に大きな声が聞こえた。つい薄目を開けて確認してしまう。自分たちから数歩先の木立の隙間に、男が立っていた。しかし、それ以上寄ってこようとはしない。まるで何かを伝えようとしているかのように、必死に意味不明な声を上げていた。え、お。なんだ?何が言いたい?さっぱり意味がわからない。
一瞬恐怖心すら忘れ、男の言葉を理解しようと努力したが、結局聞き取れなかった。私がさらに耳を澄ませた時、すでに木立の間には何も残っていなかった。金縛りから解放され、深く息をつく。そのあまりに唐突な消え方に、私の幻だったのではないかという気さえしてきた。しかし、五感の湿り気は私に逃れられない現実を告げていた。とりあえずの危機からは逃れられたはずだというのに、手放しでは喜べない何かが引っかかっていた。おい、今の、見たか？心なしか声が震えていたため、先輩も私と同じ気分だったのだろうと推測できた。はい。なんて言ってたんだろうな。わかりません。先輩もやはり同じところが引っかかっているようだった。気を抜くなよ、まだ近くにいるかもしれない。わかりました。先輩は四方をライトで照らし、安全を確認する。と、男がいた木立の根元に何か光るものを見つけた。N 先輩。あれ？うん？いたのか？いや、そうじゃなくて、あの地面に何かありませんか？うん？見てみよう。付き合いたてのカップルのようにがっちりと腕を組むと、ゆっくり木立に向かって進んだ。よりにもよってロープのすぐ隣であったため、まず近づきたくはないところだった。日本の木の間、それらの根元付近に輝きの正体があった。これは、汚れたテープレコーダーだった。土の付着したそれは、えも言われず嫌な雰囲気を存分に放っていた。しかしここまで来て放置するわけにもいかず、一応持っていくことにした。先ほどの位置まで下がり、同じように腰を下ろす。圧倒的な精神的疲労で、二人とも口を開く余裕すらなかった。そして危険な好奇心に負け、寄せばいいのにテープレコーダーを再生した。今考えれば、自分たちの意思でというよりは、半ば勝手に再生ボタンが押されたという感じだった。カセットテープ独特の G、という音に続けて先ほどの男の、こもった声が流れ始めた。内容はうすうす想像がついたが、やはり遺書のようなものだった。夜の樹海でさっき会った幽霊の遺書を聞く、これは発狂しそうなほどの恐怖だった。内容は10分にも及んだ。会社での日々、借金に追われ自殺に至った経緯、それから愛する家族へのメッセージだった。聞き終わって数分、私たちは放心状態であった。あまりに辛く、悲しい物語だった。先輩の心はいざ知らず、私の中では男に対する恐怖心というより、同情の念が込み上げた。先輩も何か思うところがあるのか、口を開こうとはしなかった。そして二人ともが、そのままの微妙な沈黙が続くと思っていた。だが、テープレコーダーを止めて数分後、再び G という音が流れ始めた。何か、とてつもなく嫌な予感が私を貫いた。金縛りはないものの、体中からどっと冷や汗が吹き出る。このままではまずい、早く止めなくては。私の第六感のようなものが最大音量でアラームを鳴らしていた。先輩はすぐにカセットテープを手に取ると、無言で停止ボタンを押し込んだ。ガチャッとボタンが押され、そして、声が流れ始めた。なんでだよ。先輩は叩き壊すような勢いでやたらにボタンを連打した。だが、一向に止まる気配はなかった。あ、くそ。止めるのは不可能だと分かった先輩は、テープレコーダーを遠くに投げる。それは一直線にロープの吊られていた木に飛んでいき、大きな音を立てて正面からぶち当たった。しかし、再生は止まらなかった。それには、先ほどの男と思われる声とともに、明らかに別人だと思われる謎の声が録音されていた。もうこの世に未練はない。これでやっと。うふ、見つけた。うわ、なんだお前。やめろ、やめてくれ。ヒヒヒヒ。来るな、やめろ。逃がさいよ。いやだ、死にたくない。まだ。あははは。いやだ、死にたくない、やめー、あーあくふ。大声でわめき続けた男の声は絶叫に変わり、唐突にぶつりと途切れた。あまりの恐怖に、手足の震えが止まらなかった。すがった先輩の腕も、尋常じゃないほどに震えていた。私は地面に転がるテープレコーダーに全神経を集中させた。一瞬の沈黙。そして。くふ、見つけた。
しわがれた声が真後ろから聞こえた。うわぁ。同時に絶叫した私と先輩は、ほぼ同時に前に転がった。完全に腰が抜けてしまっていて逃げることなど全くもって不可能だった。一瞬前まで私たちが背中をつけていた木の横に、2メートルはありそうな人の形をした何かが立っていた。髪は地面につきそうなほど長く、洋服とも呼べないようなボロ切れが体に張り付いている。むっとした臭気が立ち込め、そいつは口らしき亀裂を大きく開けた。腕をブラブラと振りながらゆっくりと近づいてくる。私は息をするのも忘れ、ただその姿を見ていることしかできなかった。こいつに食われるんだ。なんとなくそんな気がした。もう恐怖のパラメータは振り切れ、不思議なことにパニックにはならなかった。そいつはぶら下げた腕を私に伸ばしてさらに近づいてきた。と、思った次の瞬間。うおーわー。凄まじい大声が私のすぐ隣から聞こえ、私に触れかかった手は後ろに吹っ飛んでいた。見ると、いつの間にそうなったのか、N 先輩が巨大な枝を振り抜いていた。先輩は剣道でいう中段の構えを取ると、すっと私とそいつの間に割り込んだ。吹き飛んだそいつはすぐさま立ち上がると、腕をめちゃくちゃな方向に振り回しながら突っ込んできた。しかし、いやー、めーん。大上段から振り下ろされた先輩渾身の面が炸裂し、そいつはボロボロになって地面に転がった。その隙に私を引っ張って立ち上がらせる。そいつはすぐには起き上がれないようだった。一刻も早く逃げなくてはならなかったが、いかんせんどちらに行けばいいのかさっぱりわからなかった私たちは、とっさに動くことができなかった。と、その時、私はロープが左に揺れているのを認めた。道を探していた先輩の腕を取り、私は何かに導かれるようにして一心不乱に左に走り続けた。逃がさない。後ろから声が聞こえたが、振り返ることなどできようもない。私たちは本能のままに暗い森の中を走り続けた。何度も転びそうになり、幾度となく木に衝突しそうになったが、なんとか進むことができた。走って、走って、走り続けた。どれくらい進んだかわからなくなった頃、ようやく前方に明かりが見え始めた。逃がさない逃がさない逃がさない。やつとの距離が縮まっているのがわかったが、とにかく走るしかない。木に当たることは愚か、よろけることすら許されない。そして、私たちは樹海を抜けた。それはまさに、奇跡のような瞬間だった。人間の手によって整備された林道に出た私たちを朝日が照らす。これほどまでに太陽の光を偉大に思ったことはなかった。日に当たった瞬間に、間近に迫っていた気配は嘘のようにさっぱりと消えたのだった。私たちは地面に転がり、夢中で空気を貪った。助かったんだという実感が後から後からどんどん湧いてきて、溢れ出した分は熱い涙となってこぼれ落ちた。男二人で泣きながら抱き合い、歓声を上げた。涙はなかなか止まらなかった。こうして私たちは、あの地獄から抜け出すことができた。今ならわかる。あのサラリーマンの霊は私たちに逃げろと言っていたのだと。そして樹海から逃れられたのも彼の助けがあったからだと私は心から思っている。共に奇跡の生還を果たした N 先輩は今、私の目の前でコーヒーをすすっている。恐怖体験の回想を終え、やっと一段落したところだ。先輩はぐいっとカップを傾けると、静かに受け皿に戻し、私の目を見てにやりと笑った。でもまあ、あの時初めて剣道やっててよかったって思ったよ。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。